弟です。韓国からです。歴史問題を背景に日本との関係が冷え込んだ韓国、2019年には日本製品の不買運動が広がりました。それから3年近くが経ち、不買運動は今どうなっているんでしょうか。ソウル支局のトソヒョンさんに聞きます。トソヒョンさん、おはようございます。おはようございます。まず韓国での日本製品の不買運動がどんなものだったのか改めてお伝えください。2019年7月、日本による韓国向けの輸出管理の厳格化を受けて始まりました。日本のものは買わない、売らないというスローガンで、街中にはノージャパンと書かれたポスターが掲げられ、スーパーやコンビニから日本のビールやタバコが姿を消しました。日本政府に抗議する集会も各地で行われ、日本に対する抵抗感が社会に漂っていました。で、そうした動きですけれども、今も続いてるんでしょうか。以前ほどの動きは見ることはほぼなくなり、日本製品の売り上げは徐々に回復しているようです。例えば日本製のビールを見ますと、韓国関税庁によりますと、去年の輸入額は日本円でおよそ8億9000万円で、一昨年と比べて 21.3% 増加したということです。またユニクロを韓国で展開する法人は、去年8月までに1年間の営業利益が529億ウォン、日本円でおよそ53億円となり、前の1年間の赤字から黒字に転じました。最近では1泊1部屋4万円という日本旅館風ホテルが SNS で入るとして、予約率が 90% と好調です。それから私自身大好物のラーメンのイベントが先日行われ盛況でした。おー、ラーメンのイベントで、どんなイベントだったんですか。一緒にラーメンの日というイベントでした。ソウルを中心に56のラーメン店が参加したスタンプラリーで、およそ5000人が参加しました。スタンプを多く集めた人には抽選で丼が送られました。私は何回か長い行列を見て、ラーメンを諦めるしかなかったこともあるくらい人気でした。ソヒョンさんは、コロナ前はラーメンを食べに毎年日本に来るぐらいのラーメン好きなんですけども、行列が長くて結局食べられなかったんですか。はい、長い行列を見て諦めました。そうですか、それ残念でしたね。このイベントを企画したハン・サンオンさんは、日本の食べ物のイベントなどで批判されないか懸念していたが、そのようなことは全くなかったと話していました。トさん、韓国では先週ユン・ソンニョル政権が発足しました。新政権の韓国で日本製品の不買運動が再び起こる心配はないんでしょうか。就任前に日本に代表団を派遣するなど、関係改善に前向きな姿勢を見せています。しかし両国間の懸案は、太平洋戦争中の徴用をめぐる問題をはじめ山積しています。関係改善には相当時間がかかるという見方もあります。韓国のインターネットメディアは、今後の不買運動の可能性について、ユン政権が日本との関係改善にどの程度意思を持って取り組むかにかかっていると伝えました。今後活発になると予想される両国政府間の協議にも注目していきたいと思います。はい、ソウル支局のトソヒョンさんに聞きました。続いてマイビズ田中キャスターです。今朝のマイビズは経済の今、テーマはですね、習近平政権吹き始めた逆風です。で、今年後半に予定されている5年に一度の中国共産党大会で、習主席は異例の3期目入りを目指す構えですが、足元では新型コロナウイルスの感染拡大の対応に苦戦し、その煽りで経済成長も急減速しているといいます。中国のこの最新情勢を日本国際問題研究所客員研究員の津上俊哉さんに伺います。津上さん、おはようございます。おはようございます。中国では新型コロナウイルスの感染拡大で大きな影響が出ていますね。はい、中国はこれまで感染拡大を防止するために、いわゆるゼロコロナと呼ばれる厳しい封じ込め政策を取って大きな成果を上げてきました。はい、習近平主席は国民から高い信任を得て、まあ、異例の
3期続投を盤石にしたかに見えましたが、今年に入って風向きは逆転しています。感染拡大がなかなか止まらない上に政策の副作用が際立ち、社会と経済に大きな影響が及んでいるからです。特に日本人が多く住む上海では陽性者の急増を受けて4月初めから市の全域がロックダウン、住民は家から出られなくなり、街はゴーストタウンという状態が続いています。その厳しいロックダウン、日本でも報道されてますけども、市民が家から出られないということで、これ生活が成り立たないような人も多くいるようですよね。その通りです、深刻な人道的危機が3つ起きたと思います、まず買い物に行けないので食べるものがなくなりました、対策として取られた食料配給やアパート単位の集団購入もなかなかうまくいかずに、多くの市民が飢えに苦しみました、第2に病人、特に持病を抱えた老人などが病院に通えなくなり、それが原因でコロナ以上に人が亡くなったとも言われます、そして第3、1ヶ月以上一歩も外に出られずに収入の道を断たれた結果、前途を悲観して飛び降り自殺する人が大勢出ました。そのような人道的危機が起きているということなんですけれども、経済への影響もこれ大きいですよね。はい、注意すべきは上海だけでなく、周辺の江蘇省や浙江省など中国経済の心臓部ともいえる揚子江デルタ地帯の経済活動が丸ごと凍りついていることです、影響は3つの点で現れると思います、第1は全国 GDP の 2,3 割を占める地域経済が凍りつくことによる損失、第2はこの一帯に集中している部品や半導体など重要産業のサプライチェーンが凍りつくことによる他産業への玉突き波及、第3は世界最大の上海コンテナ港が凍りつくことによりサプライチェーンを通じて世界経済全体に影響が及ぶことです。そういう状況で今年の中国の経済成長どういうふうになると津上さんご覧になってますか。はい、従来経済成長の4分の1を稼ぎ出してきたと言われる不動産が昨年から深刻な不況に陥っているところです。その傍らで景気を支えてきた消費や輸出も感染が広がってから急落し始めました、全国の4月統計はまさに今日発表される予定ですが、事前の予想では住宅販売は前年の半分、工業生産はゼロ成長、消費は5から10%のマイナス成長、好調だった輸出も4月から急減速、こう惨憺たる状況ですね、またサプライチェーンや物流の混乱は早くても夏までは解消しないと言われているので、年間の成長率目標である 5.5% の達成も赤信号がつきました、習近平政権は一方でこんな経済の落ち込みを危惧していますが、ゼロコロナ政策については堅持すると繰り返し表明しています。経済の落ち込み危惧しているということですけれども、ゼロコロナにこれ堅持するこだわっているということで、各国はですね次第に行動制限緩めつつありますので、なぜ中国はここまでゼロコロナにこだわるんでしょうか。はい、中国の国産ワクチンはオミクロン株への予防効果が劣るとかですね、田舎の医療体制はまだまだ脆弱だとか、海外と足並みを揃えられない、事情もあるようです、ただそれ以上にですね、習近平政権はこの2年間、国民に向かってゼロコロナ政策を習近平主席の偉大な業績だと宣伝してきたわけですね、それと同時に返す刀で、経済社会の影響を軽減しようっていうそのウィズコロナ政策というのをですね、あれは西側の誤った考え方だというふうに貶めてきたもんですから、党大会も控える中、今さらなんかこう回れ右言うことが変わるというのはできないっていう政治的な事情が大きく働いていると思います。メンツもあるんでしょうかね。でもその中国の人々はそんな政府の方針をどう受け止めているんですか。生活が脅かされてるとか、経済は大丈夫なのかといった、不安や不満が急増していると思います、特に2年前は西側諸国がコロナで苦しむのを見て、中国が一番優れてるんだっていう楽観ムードに浸っていたので、
まあ落差でショックは本当に大きいと思います、うん、ただそんな折も折さらに気になる出来事が起きました。気になる出来事何ですか？あの4月の26日ですが、うん、習近平主席が景気対策としてインフラ投資を拡充する方針を表明したんですが、うん、株式市場は中身がないと見て逆に失望売りで大きく下げてしまったんですね、うん、習近平政権は慌てて4月の29日政治局会議を開いて不動産業の引き締め緩和、うん、業績不振に陥っているアリババなど大手ネット産業の支援といった、まあ、新しい措置を表明したんですが、はい、同時にこのゼロコロナ政策についてですね、政策を堅持するけれども人々の生命と健康を最大限に保護し経済社会の、の影響を最小限にするっていうふうに表明したんですね、うんうん、ところがこの下りがですね、ゼロコロナ政策は軌道修正されるというサインだというふうに受け止められてしまったようなんです。それは政府にとっては想定外ということですよね。はい、あの習近平政権は慌ててですね、まあ連休を挟んで1週間後の 5月の5日ですが、うん、今度は政治局のトップ7名による常務委員会というのを開催して、はい、ゼロコロナ政策を歪めたり疑ったり否定したりするあらゆる言動と断固戦うという非常にきつい口調で思想の統一を図ったんですね、うん、でこの剣幕を見て役人は震え上がってしまいまして、ええ、ようやく感染が、まあ、上海なんかでは下火になってきてということで、うん、まあ、緩和への期待も出てきたんですが、はい、逆にですね、うん、役人はその取り締まりをさらに強めるんじゃないかと、そんな気配になってきてるんですね。いや、ますます厳しいゼロコロナ政策、そして経済は落ち込んでるわけですよね。国民の信任も、まあ、揺らぐ可能性も。3期目を目指す習近平主席、こうしたこの逆風にどう立ち向かっていくんでしょうか？ゼロコロナ政策は先週あの WHO 世界保健機構のテドロス事務局長からもですね、うん、これはもう持続可能ではないっていうふうに指摘されてますが、うん、中国はそれでももうさっきのような事情でですね、うん、変えられないと思います。あ、加えて経済の下支えをしようとすればですね、最後はどうしても不動産とか借金頼みの路線に戻らざるを得ないというふうなことでですね、なかなかこう、解けない方程式って言いますかね、解、うん、がない状況だと思うんですね、うん、まあ、習近平政権はもう今後そういう解がないところでですね、もう強権で異論を抑え込んでいくということしか道がないんじゃないかというふうに思うんです、うん、まあ、あの3期続投、これが頓挫してですね、うん、習近平主席が2期で、政権を降りてしまうっていうそこまでの事態には至らないと思うんですけれども、うん、今後秋に向けて中国政治は相当緊迫した状況になっていきそうな気がします。そうですか、どうもありがとうございました。はい、失礼しました。経済の今、日本国際問題研究所客員研究員の津上俊也さんに伺いました。去年7月、こんなニュースが大きな話題となりました。猫の腎臓病の治療薬の開発に寄付の申し出が殺到。なんと全国から1週間で1億円を超す寄付が集まりました。 AIM という物質を活用した治療薬なんですが、猫の寿命が現在の2倍、30歳程度まで伸びる可能性があると言われ、治療が難しいとされる人の病気にも効果が期待されています。 AIM とはどういうもので、どんな可能性を秘めているのか、今朝は東京大学の教授として AIM の研究を続け、この春大学を辞め、一般社団法人 AIM 研究所を設立、所長に就任されました宮崎徹さんに伺います。宮崎さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。まずはその AIM、 どういうものなんでしょうか？そうですね、この AIM はあの本当に皆さんの体の血液の中にたくさん持っているものなんですけれども、あの体の中に例えば腎臓もそうですが、何かその老廃物のようなゴミが溜まってきたときに、
その血液の中にある AIM が活動を始めまして、そのゴミを掃除するんですね。いち早く掃除して、でそこにゴミがたまらないようにする、それで病気にならないようにしている、そういうタンパク質を私たち血液の中に持ってまして、それを AIM と呼んでおります。ほうほうほう、はい、これ私たちの体の中にあるんですね。そうですね、もともとあります。ですので、その病気にならない方というのは、ちゃんとそのいろんなところのゴミ掃除が AIM でできているという、そういうことです。はあ、大切なタンパク質ということになりますね。そうですね、やっぱりゴミが溜まってきますと、どうしてもそこにその病気が起こってきますので、それをいち早く掃除するというのは非常に大切ですね。はあ、はあ、これが機能しないとどういう影響があるんでしょう。結局その例えば腎臓なら腎臓にゴミが溜まっていきますと、その周りに、その家にゴミが溜まってくることを想像していただければいいんですけれども、家も傷んできますし、そのいろんなこう匂いとかもしてきますですよね。あれはまさにその臓器の病気の状態だと考えていただければ、結局そこから病気が始まってどんどん悪くなってしまう、はい、でこの AIM を使って猫の治療薬開発中ということですね。どんな効果が期待できるわけですか。ですね、猫は猫を飼っている方ご存知、よくご存知の方のことなんですけれども、ほとんどの猫が腎臓病になってしまって、その多くが腎不全で亡くなってしまうんですね。でその原因というのがずっと分からなかったんですけれども、私たちの研究の過程で、その AIM が先天的に猫は働いていないんですね。ああ、そうなんですか。はい、ですので腎臓ってのは一番その老廃物とかゴミが溜まりやすい臓器ですので、そこに生まれた時からそのゴミが溜まりっぱなしになって掃除しない状態ですので、それで宿命的に、腎臓病になってしまう。なのでそこに AIM を補充して、要するに働いてないものをちゃんとした AIM を補充するという形ですので、そのゴミがたまらなくなりますし、そうしますと、腎臓病の予防とか治療が可能になるという、ごくごくそのシンプルな原理でして、はい、実際に猫に投与されてどんな様子でしたか。そうですね、今まで学術的な意味で試験的に AIM を投与したことが何例かございまして、例えばこのまま放っておくと数ヶ月で末期の腎不全になるというような猫も、結局進行がそこで止まりますので、非常にずっと元気である、そういう猫は何例も経験しておりますし、あと本当にその末期になって、結局その尿毒症という形で尿毒素が体全体に溜まっているような状態ですね、そういう猫にこう投与しても本当に元気になってご飯を食べ始めるという、そういう猫を何でも経験しております。ああ、そうですか。現段階ではその研究はどの段階まで進んでいると言っていいんでしょうか。AIM を薬にするというのは、 AIM そもそもそのタンパク質ですので、それこそ本庄先生のオブジーボのような抗体量と同じようなその生産プロセスを取るんですね。非常に大掛かりでして、何千リッターというその培養液の中からほんのちょっとの AIM を生成してくるという、そういう作業を取らなくちゃいけませんので、はい、薬にするには AIM を大量生産してそれを生成するレシピが必要なんですけども、はい、それの確定に非常に時間がかかります。 そうなんですね、あとやっぱお金も相当かかりますけれども、はい、現段階ではそのレシピがほとんど出来上がっていて、はい、今後その治験薬、うまく進めば治験薬を作って治験という、その前の段階にいると考えていただいて結構です。あ、そうですか、はい、そもそも宮崎さんは獣医師ではなくて、人の病気をこう治療する医師でいらっしゃいますよね。そうですね、将来的にはこう、はい、人の治療にも役立つものになるんでしょうか。もともと私たちはこれは人の病気、本当に治らない病気たくさんございますので、そういう治らない病気、腎臓病を含めてですね、一つでも多くその治す方法はないかということでずっと研究をしてきた成果が AIM なのですけれども、はい、そうした中でそのちょうど腎臓病のところをやっているときに、猫が先天的に AIM が働いてないので腎臓病になるということを見つけまして、ではまずその猫から
救おうということで猫薬を今作ってるんですけれども、ね、基本的にはこれは全く同じ生産プロセスで人の薬もできていきますので、まず猫は先行しますけれども、並行して人の薬の開発は今進めているところです。そうですか。猫そして人の治療にも望みをつなぐ AIM ですが、はい、実は薬の開発は一時中断したそうです。その苦境を救ったのが日本中から寄せられた寄付でした。宮崎さんはそこに新たな可能性を感じたとおっしゃいます。この後詳しく伺います。引き続き一般社団法人 AIM 研究所所長宮崎徹さんに伺います。その血液の中にあるタンパク質の AIM、まあ、猫の寿命を大きく変える可能性を秘めているということでしたが、治療薬の開発一時中断を余儀なくされたということですね。そうですね、人の、まあ、薬は国の方からかなりなんていうんですかね、大きなサポートを得て順調に進んでいたのですけれども、猫の方はどうしても私は医学部の 大学の医学部におりましたので、まあ、なかなかその何でしょうね、国から猫薬のサポートというのはなかなか、まあ、取るのが難しいので、はあ、基本的にその自分たちでお金を、まあ、会社を作ったりとかですね、お金を集めてやっていたんですけれども、どうしても2年前 のコロナの影響でちょっと そういう自分たちでやるというのがなかなか難しくなった時期がございまして、はあ、はい、資金的にも厳しいという、そうですね、資金的にも、まあ、いろんなところでコロナの影響が出て、はい、やはり2年前一旦猫薬の方はちょっとこう中断せざるを得ないような状況になってしまったというのは事実ですね。ああ、そうだったんですね。そして去年の夏にそのことがネットの記事として出て、これがびっくりですね、1週間で1億円、現時点で3億円の寄付が集まったということですね。宮崎さんは、はい、この金額についてどう受け止めてらっしゃいますか。いや、本当に私自身はですね、なかなかこういう薬を作る研究をしている手前、一般の方々からの寄付を今まで募集してこなかったんですね。はあ、どうしてもその薬の研究っていうのはその、まあ、実際に病気で苦しんでいる方とか、今回の場合ですと猫のオーナーさんとか、すごく期待を煽ってしまうところがあるので、そういう意味ではやっぱり出来上がってから皆さんにこう供給するという姿勢を取りたかったので、本当に静かにやっていたというか、あんまりこう宣伝をせず、その寄付も募集せずやっていたんですけれども、ちょっとその今言った去年の夏にどういう状況かという配信がなされて、本当にそれに反応してあっという間にこう1万人2万人の方が寄付していただいて、本当にそれはもう驚きとしか言いようがなかったですね。そうですか、はい、これだけの寄付が集まったということは多くの人 その期待の表れかとも思いますが、そうですね、いかがでしょうか。はい、まさにそうで、こんなにこの私たちの研究に対して猫も人も期待していただいてるんだということで、非常に責任感を改めて感じました、うん、皆さんのこう思いというものはどういうふうに受け止められましたか。何かこう日本の寄付の在り方というか、何か思うところは終わりでしたか。本当に今回つくづく思ったんですけれども、はい、これは特にその私たちがご宣伝をしてそれで、まあ、しぶしぶいただいたとかそういうのではなくて、全くその自発的にこんなに多くの方がその応援してくださったという、もうその善意でしかないんですね、うん、で本当にその中で純粋に応援していただいているというその気持ちがやっぱり私たちの研究意欲も大いに高めますし、あとこうなってきますと、その今までちょっとコロナの影響でなかなか手を出せなかったその製薬会社さんとか、はい、大きな企業さんを動かしてくださるですね、こんなにその期待されているのであれば我々もその応援しようではないかということで、手を挙げてくださるようになる、まあ、そうい こう一連の連鎖が起こりましたので、本当にその善意というのはすごいなと本当に感動しました、はい、その、まあ、善意を受けまして、まあ、最後に、まあ、これからさらなる抱負というものを聞かせていただけますか。
そうですね、はい、とにかく皆さんの期待に応えられるように、うちの研究所で創薬薬を作る研究を、一層加速しまして、とにかく猫薬をいち早く作ってしまう、はい、それと並行してその一薬をぜひ一日も早く開発してですね、今までこう治らない病気、腎臓病とか自己免疫疾患とか、それで苦しんでいる方を一人でも早く一人でも多く救いたいというのが、ただそれだけが私たちの研究のモチベーションですので、ありがとうございました。 AIM について宮崎徹さんに伺いました。続いて海外の動きをお伝えします。田中キャスターのワールドアイです。今朝のワールドアイは海外メディアの報道チェックです。週末から今朝にかけて海外の主な放送局が伝えたニュースです。まずロシアによるウクライナへの軍事侵攻を受け、ロシアと国境を接しているフィンランドに加えてスウェーデンも NATO に加盟の申請をすることを明らかにしました。イギリス BBC などが伝えています。スウェーデンの与党社会民主労働党が NATO 加盟を支持する姿勢を表明しました。スウェーデンはおよそ200年にわたって中立非同盟を掲げてきた国です。すでに EU にも加盟し NATO にかなり近かったとはいえ、軍事同盟への加盟申請は中立政策の大きな転換となります。ただNATO に加盟するとはいえ、スウェーデン国内に核兵器を配備することや NATO 軍の基地を設置することには反対するとしています。それから激しい戦闘が続くウクライナ東部ですけれども、欧米の軍事支援を受けるウクライナ軍の反撃でロシア軍の勢いが失われ、戦況は膠着しているとみられています。 NATO のストルテンベルグ事務総長はウクライナ東部の戦況について、ロシアの計画通りには進んでいない、ロシア軍はハルキウ周辺から退却しつつあると述べています。そしてアメリカです。アメリカニューヨーク州のスーパーマーケットで18歳の白人の男が銃を乱射して10人が死亡した事件で、警察は人種差別や偏見に基づくヘイトクライムとの見方を示し調べています。アメリカでは去年693件の銃乱射事件が起き、今年もすでに198件の乱射事件でおよそ7000人が死亡し1万3000人が怪我をしているということです。アメリカ ABC が伝えています。それからもう一つアメリカ ABC です。人工妊娠中絶をめぐり、アメリカの連邦最高裁判所が中絶する権利を認めた過去の判断を覆す見通しであることを示す文書が流出したことをきっかけに、全米各地で人工妊娠中絶の権利を訴えるデモや集会が行われました。 ABC が伝えています。では今朝の気になるニュース2つお伝えしますが、まず1つはですね、ヨーロッパの国別対抗歌謡祭、ユーロビジョンソングコンテストの決勝が14日イタリアのトリノで行われまして、ウクライナ代表のカルシュオーケストラが優勝しました。このユーロビジョンソングコンテスト、毎年30以上の国からミュージシャンが参加するヨーロッパ最大の歌謡祭と言われています。過去にはアバーですとかセリーヌ・ディオンなども優勝しているんですね。で、今年はロシアのウクライナ侵攻のためにさらに注目度が増したようです。ロシアとベラルーシは出場禁止となりまして、その一方でウクライナ代表のバンドカルシュオーケストラは軍事侵攻前から優勝候補とされていました。で、 BBC によりますと、カルシュオーケストラはコンテストのために国を離れることを特別に許可されたということです。で、バンドのメンバーは BBC に対して、我が国にとって勝利は重要なんです、世界の人々にウクライナを思い起こしてもらえるからですと事前に話していました。で、決勝ではイギリス代表と競ったんですけれども、最後は一般の人の投票の差でウクライナ代表が見事優勝を果たしたということです。で、この国別対抗の歌謡祭、来年はウクライナで開催される見通しだということです。そしてもう一つ、気になるニュース、 BBC、 イギリスの公共放送 BBC についてです。 BBC が自らの存在を問う調査を行い、先日その結果が発表されました。で、どんな調査だったのかと言いますと、イギリス各地16カ所から年代や家族構成がさまざまな80世帯、およそ200人を選んで BBC のない生活を送ってもらうというものです。
週末を含む9日間連続で BBC のテレビやラジオ、オンラインのサービス一切利用しない、 BBC のコンテストを一切視聴しない、まあ、完全に BBC のない生活を送ってもらうというものなんですね。で、季節のいい偏りのないように4期に分けて実施されました。で、80世帯が選ばれたんですが、そのうち30世帯が、BBC の受信許可料、受信料を払わずに済むなら、まあ、BBC の視聴もやめてもいいと言ってるグループ、それから30世帯が、受信許可料の受信料の額が高すぎると思っているグループで、残り 20% が受信料に満足しているグループです。まあ、受信料と受信許可料、 BBC と NHK で少し仕組みは違うんですけども、よく似たようなものです。で、受信許可料 BBC なんですけども、年に159ポンド、およそ2万5000円です。で、この調査の結果どうだったのかと言いますと、受信料を払いたくない、まあ、金額が高すぎるとしていた60世帯のうち、70% に当たる42世帯が考えを変えて、全額を払っていい、あるいはそれ以上払ってもいいと回答したというんですね。で、その理由として、自分が普段 BBC をどれだけ利用しているのか過小評価していた、あるいは BBC のサービスの幅の広さ、品質の高さ、広告がないことの良さに気づいた、幼児番組から料理番組など幅広い番組が評価されたようです。そして BBC が暮らしの中で果たす、文化的役割、社会的役割を再認識したなどの声があったということです。BBC の、ティム・デイビー会長はですね、公共放送サービスの重要性を示す結果であり、まあ、人々の支持をつなぎ止めるために、まあ、努力を続ける必要性を痛感させられたとコメントしています。まあ、いずれにしてもメディア環境が大きく変わる中で、視聴者が求める公共メディアの役割は何か、何を使命と考えるのか、まあ、改めて問われていることは、BBC も NHK も同じだと思います。以上、今朝のワールドアイでした。さて、続いて市場の方に旬の情報を伺う市場だよりです。今朝はお花です。東京都の大田市場花器部、内藤育子さんに伺います。内藤さん、おはようございます。おはようございます。内藤さん、今朝の市場はどんな様子でしょうか。はい、母の日がちょうど一服して初夏の花に入れ替わってきたところです。芍薬やひまわり、カンパニュラ、トルコギキョウ、また最近は枝物が人気で、例えばヒメリョウブやヒメミズキ、ムシカリなどが旬を迎えて流通しています。はい、そんな中から今日ご紹介いただくのはドウダンツツジということで、スタジオにも今私と安倍さんの間にこう、はい、花瓶に刺さっているのですが、ドウダンツツジって言いますとね、公園などでも見かけるこう可愛い白い花の咲く身近な植物と思っていたんですが、うん、こうしてこう花瓶に生けてあるのを見ますと、緑でこう緑が綺麗で背が高い、スラッとしていて、うん、美しい植物なんですね、内藤さん。うん、ですね、はい、枝の表面が滑らかで細くてしなやかで品があるのが特徴です。日本原産の大変美しい枝物として新緑のこのシーズンとても人気があるんです。確かにこう触ってみますと、こう指に引っかからない滑らかさが、ね、枝にありますよ。サラサラして、ね、今1メートルぐらいの高さのものが届きましたが、はい、葉の色もこう明るい感じの、ね、緑色ですよね。うん、内藤さん、なぜ今このドウダンツツジが人気なんでしょう。もともと2メートル3メートルの大きなものがイベントの装飾や商業施設にシンボリックに生けられていて、まあ、装飾担当のフローリストさんたちには人気の枝物なんです。本当に涼しそうな雰囲気で、1本あるとその場の雰囲気がガラリと変わりますよね。それが最近のトレンドとして、80センチから1メートルくらいの短めのものが出荷されて、一般のご家庭でも広く飾られるようになってきています。また国内ばかりではなくて海外からも人気なんです。こう、日本原産の植物で海外ではなかなか見つけることができないので、輸出もされているんです。そうなんですね。で、内藤さん、この、まあ、枝物ということですが、はい、お花はどうなんですか、ね、楽しまないものですか。ありますよね。はい、花は今ちょうどシーズンで、スズランのような、ね、小さいピンクだったり、白っぽいこう小さい花をつけるのですが、うんうん、あれ、はい、それではここでクイズです。はい、
トランツツジの小さい花が鈴なりにたくさんついた様子が表現されたとされるトランツツジの漢字表記は次のうちどれでしょうか。1、流星群、2、星影草、3、満天星。漢字表記、はい、そういうふうに書いてトランツツジって読むっていうことですか。その通りです。もう一度確認しましょうか。流星群と、はい、星影草、星影草、はい、満天星、はい、お母さん、どれも星がつく確かに星のようなね、阿部さん先に私選んでいいんですか、ええ、どうしよう。じゃあ星影草にしてみます。これね、写真ちょっと届いたんですけどね、うん、満天の星にも見えるんですけど、これこう垂れ下がったのがこう流れ星のようにも。あ、本当だ、そっちか。流星群。あ、はい、どうでしょう。正解は3番の満天星です。満天星。違った。はい、もともとは、はい、不老不死の薬を作っていたらそれがこぼれてこの木に飛び散り壺状の玉になって満天の星のように輝いたという伝説になります。まあ、とはいえ市場取引ではこの花のあるなしは評価に含まれず、まあ、今ちょうど花のシーズンなのでついているものも販売をされているんですが、まあ、あくまでも枝の長さや枝ぶり、葉の付き方やグリーンの美しさがポイントになります。そうなんですね。確かにここにスタジオにあるものも花はないんですよね。枝を楽しむものということで、まあ、花壇などに、ね、植えられているのはよく見ますし、比較的どこにでもあるものかなと思っていたんですが、はい、内藤さん、産地ってあるんですか。はい、これは福島県が大産地で、その他に群馬県や茨城県などからも出荷されます。例えばですね、バラやカーネーションは苗を植えて育てますし、杉とか松も植林しますよね。でもトランツツジというのは山や森に自生しているものを出荷してもらいます。生えているところが決まっているわけではないので、生産者さんが山に入って自力で見つけて切り出してご出荷くださる。そうなんですか。自力で見つけるんですか。見つける、はい、どうやって見つけるんですか。はい、もうそれぞれにノウハウをお持ちのようなのですが、生産者さんによってはどこに生えているか当たりをつけるために足元に生えるある山野草をヒントにするそうです。お下を見ながら山を歩いて、その山野草を見つけた時には上を見ると、そうするとトランツツジがあるという秘策をお持ちの強者もいらっしゃるんですね。こう山の斜面でもこう西向きとか北向きとか比較的穏やかな光が当たるところにこう生えていることが多いようです。はい、で今この私たちの近くにあるトランツツジは1本だけが花瓶に生けられている状態なんですが、はい、こう飾り方におすすめの飾り方っていうのはありますか。はい、ご自宅で飾る場合はトランツツジだけで 1,2 本飾るのがおすすめです。自然をご家庭の中に取り入れたようなこう優しい雰囲気になりますかね。はい、花瓶は壺型のように口がすぼまっているものが生けやすいんですけれども、まあ、ストレート型のもので花瓶の縁に枝を立てかけるように生けてもいいですね。もしこうストレート型のもので枝がくるくると動いてしまって止まってほしいところに固定できない場合は、花瓶の口にセロファンテープをいげたのいの字にこう貼るといいですね。意外とセロファンテープも目立たずに綺麗にいけることができます。なるほど、漢字のいの字のようにセロファンテープ、はい、スタジオにあるこの花瓶もこれ 5、6 センチぐらいでしょうかね。この口がこの枝がね動くんですよこれ。はい、まあ、そういう時は1本こう1の字でもいいですし、10の字でもいいですね。大きい花瓶の時は胃の字に貼ればいいと思います。テープ貼って固定すると、はい、でもし他のこう花と組み合わせるとしたらどんなものが似合いますか。はい、季節の他の花や枝物としてとても相性がいいので、ね、例えば旬のシャクヤクやひまわり、アジサイなどもいいですね。こうバラや華やかなバラなみたいな華やかなものとか、ユリのような大輪の花と合わせる場合は花瓶の下の方に花物を生けて、上の方はトランツツジの枝を広げるというのもいいと思います。ああ、そういうバリエーションも、ね、楽しみですね。そして内藤さん、この長く楽しむコツというのは何かありますか。は
はい、これはですね、水が上がらないと葉が乾いてこうチリチリになってしおれてしまうので、うん、こうしっかり水が上がるように下から十字にこう割れ目を入れたり、あるいはハサミやナイフの取り扱いに慣れていらっしゃる方は枝の下を鉛筆を削るようにこう外皮の硬いところを削り取るといいです。はい、で水を毎日取り替える必要はないんですけれども、うん、3、4日すると枝の切り口からちょっとしたぬめりが出てくることがありますので、3日に1回くらいは水を取り替えるといいでしょう。まあ、管理はそれほど難しくないので、きちんと水さえ上がれば日持ちは10日ぐらい期待できるでしょう。今ツイッターでもまったりりんさん、ドウダンツツジ大好きですとおっしゃっているんですが、やっぱりこれ一本あるとかなりこう存在感もありますし、うん、センスも良い感じがしますよね。これが置いてあったら、はい、うん、試してみたいと思います。はい、内藤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。市場だよりは大田市場柿部内藤育子さんのお話でした。増田敏夫の逆手で勝つ日本復興のために、この時間は時事評論家の増田敏夫先生に最近のニューストピックスなどについて評論をしていただきます。増田先生、よろしくお願いいたします。はい。沖縄は昨日1972年の本土復帰から50年を迎え、記念式典が開かれました。この沖縄について今日はお話を伺いたいと思いますが、アメリカでは沖縄への核の持ち込みについて今話題になっているということなんですが、先生、今日はこの件に関しての解説をお願いします。そうですね、まあ、話題になっているというわけではないんですが、去年の確か11月頃だったと思いますが、議会のですね、この軍関係の諮問委員というのがありまして、まあ、アドバイザーボードと言いましょうかね、これがこの台湾有事のことについて、いろいろと検討会がありまして、台湾有事というのは中国は一つという、まあ、アメリカを認めている原則があって、ところが現実に台湾はですね、今政治的にも中国と分離しているわけですね。ですから、まあ、中国はやがてこれを統一しなければならないということになるんですが、その統一の仕方でですね、武力を使ってでも台湾を統一するという考えがあるわけですね。まあ、あるわけですねっていうのは条件付きなんですが、台湾が今のようにですね、独立派、今の蔡女性の方が政権は台湾独立派なんですね。で、このところ台湾独立派の政権が続いていて、これから先もですね、ずっと続くならば、まあ、これから先っていうのは、まあ、期限はおそらく2000トンで、49年、中国の建国100周年を迎えるその時までにですね、まあ、いろいろちらほら公式ではありませんが、中国の人民解放軍のトップとかその他諸々のですね、発言を総合すると2026年までには、何らかの形をつけなければならないというのが、まあ、中国の方のコンセンサスになっているわけですね。そうすると2026年、の時点で、台湾政府がですね、親中政権、つまり中国に親しい政権ではなくて反中政権で独立派だということになるとですね、やはり武力行使ということにならざるを得ないという、まあ、懸念がありまして、そのことについて去年の11月アメリカの議会でこの諮問委員アドバイザーボードがですね、いろいろな意見を出したということなんです。その中でですね、この沖縄についての言及がありまして、沖縄にその米軍基地があるわけで、日本の、まあ、米軍基地の7割以上が沖縄にあるということで、また同時に、アジアで米軍がいろいろ軍事力これを展開する際のですね、
まあ、言うなれば最前線というふうに位置づけられる、それが沖縄なんですね。まあ、第二次大戦の時、沖縄は非常に大きな犠牲を受けたわけなんですが、台湾有事ということになるとですね、またこの、まあ、中国はおそらく現在中国は非常に簡単に使える小型の核兵器を開発しているわけですね。ですから、まあ、これも議会で話題になったんですが、おそらく台湾との、まあ、戦争になった場合はそういう小型の核兵器も使うだろうという、そういうことを想定するとですね、日本とアメリカとの間で、この戦術の共有をしておかなければならないと、こういうこと、この点においてはもうアメリカはもう全会一致してるわけですね。その通りだということになってるわけですね。で、アメリカの方でその通りってことになれば日本もその通りということに、なるわけで、まあそのことについて、これは重大問題なんですね、沖縄については。まあ、式典では岸田総理の演説の中でそういう話は一切触れませんし、日本の主要マスコミもですね、この問題、まあ、つまり、日本とアメリカとで、軍事戦略これを共有するということはですね、いろいろ兵器その他の戦力の共有ということなんですよ。で、議会で質問が出まして、その日本とアメリカが戦力を共有すると、戦術を共有するということに核兵器が含まれるのかという質問があったんですね。沖縄返還のアメリカも認めている沖縄返還の最大の条件はですね、核三原則、非核三原則といいまして、核を持たず、作らず、持ち込まずというこの三原則がありまして、これは当時沖縄返還をなされた佐藤栄作総理の、まあ、言われたことで、これはアメリカも認めているところなんですね。非核三原則というですね、大原則を求めているならば、日本とアメリカがこの軍事力、軍事戦略を共有する際に、核が含まれるのかという質問については、もう真っ平と、もうフラットにですね、即座に、いや、核は含まれないと言われなければならない。これが大原則ですから。中国は一つという大原則と同じくですね、沖縄の返還にあたっては、この非核三原則というのが原則になっているわけです。ですから今度、米軍と自衛隊がいろいろ戦略その他をですね、共有すると、その中に、その核は含まれるのか含まれないかという質問に対しては、それについては言えないとはっきり言っているわけなんですよ。そして後ほど日本の国民感情を排除してというのが付け加えられていましたけども、要するに言えないということなんですよ。しっかりと核を持ち込まないとは言い切れなかったんですね。まあ、その辺の、これはまあ重大なことで、どっかマスコミが取り上げるのかなと思ったら、わずかに、あれだけ日本にたくさんあるマスコミの中で、東京新聞でしたかね、だけがまあちょっと沖縄に核が持ち込まれる懸念があるみたいな記事が出てましたが、まあ、極力そういう国民が心配するような、あるいは沖縄の国民がですね、恐れるような結果になる報道はですね、すべて慎むということになってまして、これはまあ戦後一貫した日本のマスコミの生き方だと思いますが、まあ、沖縄の50周年を、まあ、昨日その記念式典が開かれたんですが、このままですね、台湾有事ということになってですね、また核も共有するということになれば、当然中国はですね、その核の発信元を叩いてくる先制攻撃をしてくることは戦略上もう当然のことなんですね。で、そうすると台湾有事の場合、また沖縄に、その沖縄が中国からの先制攻撃を受ける可能性、あるいは危険性というものが生まれる。
そういうような動きがですね、アメリカの方から起こって、そして、まあ、アメリカで起こると日本の場合、今までの例を見れば分かる通り、日本は反対しても通らないというか、日本は反対しないんですね、基本的には。国民の手前上反対しますけど、実際にはどうするかというと、アメリカの言う通り、すべて認めて、その通り実行してきてるわけですね。まあ、その例からいきますと、この沖縄にですね、かつた台湾有事の際には、沖縄に核が持ち込まれる可能性があるということなんですね。まあ、それよりも沖縄の人はもうご存知だと思いますけども、沖縄には配備部隊というのがですね、日夜訓練してまして、あれは核戦略部隊ですからね、持ち込まれるも持ち込むもないんですよ。核戦略部隊が活動してるんですから、もう話のほかっていや話のほかなんですが、そういう現実もですね、我々、沖縄の方も本土の方もみんな同じ日本人ですから、国民ですから、国民としてですね、そういう沖縄の危機、将来のまたもや沖縄の人が迷惑を被ると、犠牲になるという可能性もなきにしもあらずということをですね、沖縄の県民の皆様と共に思いを同じく共有するということがこの際必要なのではないかというふうに思うわけであります。増田先生ありがとうございます。はい、5月16日月曜日、おはようございます。飯田浩司です。今朝私は沖縄県那覇市におります。今日の新聞各紙の一面を見ますと、沖縄復帰50年、昨日の式典の様子、写真で大きく取り上げられて、そして、50年前の1972年からの歩みというものを、様々な形でフォーカスしております。この番組もですね、沖縄から今日は放送いたします。今週末私土曜日に沖縄にやってまいりまして、那覇市であったりとか、まあ時間限られる中でしたけれども、復帰のあの当時を知る方々等々お話を伺ってきました。今日はですね、その模様も含めて、沖縄の復帰50年、これを掘り下げていきたいと思います。でそんな中で私今おりますのはですね、那覇市寄宮にあります、那覇市民会館というところであります。ここは1972年50年前にですね、復帰の式典が行われたというところであります。今曇天で、まあ、沖縄すでに梅雨入りしてますんで、ずっと雨がちのお天気が昨日一昨日も続いていたんですが、若干肌寒いなという感じで、半袖一枚だと寒いと、私上にジャケットも羽織ってるんですけど、これで十分だなというような形になっております。でその50年前にここで復帰記念式典が行われたわけなんですが、それから50年、実はこの那覇市民会館という建物はですね、2016年の10月から休館をしておりまして、私の目の前もフェンスが立ち並んでいるという感じです。そしてここ大きなですね、国道330号という通りの余儀交差点の近くなんですけれども、今ですね、私の後ろで、パトカーが、動いているようで、サイレンの音も鳴ってます。車運転中の方、私のいる今沖縄で、サイレンの音が鳴っているということですので、お気をつけいただければと思います。さてこの那覇市民会館、日本が沖縄が日本に復帰する2年前、1970年に建設されました。復帰に向けて文化の伝道というものを作るんだということでですね、沖縄県内からコンペで、募集して、そしてですね、さまざまな沖縄の地の部分の、風土に根ざした建築というものを目指したということでありました。与那原さんの瓦を使ったりだとか、内部の壁には、壺屋焼きのタイルを貼り付けたりだとか、あるいはヤンバルに群生するシダ植物の、ね、装飾を施したりだとか、久米島からも石を持ってきて階段にしたりだとか、本当にこの沖縄の粋を尽くしたという素晴らしい建築だったんですが、時代なんですよ。コンクリートに海砂が混じっていた。それによってですね、中は100年経っても大丈夫ってものを作ったんですが、コンクリートの部分が腐食が進んで、残念ながら2016年にはもう閉めざるを得なかったと。あの1970年代、
高度経済成長が終わろうとしているところ、沖縄はそれに追いつこうと開発に邁進した。コンクリートの建物がたくさんできた、その部分のインフラの整備というのは確かに進んだということがあったんですが、一方でですね、こうして50年の時を待たずに閉めてしまうという建物があります。そしてこの那覇市民会館の隣には余儀公園という大きな公園がありまして、あの当時50年前はここに人が溢れておりました。1万人以上の人がですね、本土復帰を祝うというよりは我々のもう望んだ復帰ではなかったと、基地が残ってしまったじゃないかということで、怒りの声を上げたという、万歳とそして怒りのシュプレヒコールというものがこの小さな空間の中に混じっていたというですね、50年前はそれを象徴するような場所だったんですが、じゃあ50年経って今どうだ。朝6時4分であります。人ほとんどいません。で、車社会ですから皆さんまだこの時間は、それほど道も混んでないんですが、この国道330号の余儀交差点、昼間あたりになりますと結構渋滞の名所だったりもするというところであります。ここに立つとですね、何かその昔から50年前と今のつながり、そして、中心地も含めてですね、移り変わっていくということを非常に感じるところであります。今日はですね、沖縄の復帰50年について、掘り下げていきながら、沖縄とそして東京有楽町のスタジオを結んでお送りしてまいります。東京のスタジオはいつも通り、新業一華アナウンサーです。新業さん、おはようございます。はい、おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。どう、そっちの天気は。こっちもですね、どんよりとしたお天気でして、もうレーダー見てみますと、沿岸部を中心に雨が降っているところもあるんですよね。はい、で現在に今日はお天気どうなりそうですか。今日はですね、1日雨の見込みですね。で、まあ、気温もあまり上がらないということで肌寒い1日になりそうです、こちらも。ということで、有楽町のスタジオには新業アナウンサーと、そして、今日のコメンテーター須田慎一郎さん、そして、沖縄那覇から私伊田でお送りしてまいります。この後8時まで生放送です。伊田浩司の OK 工事アップ。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。この番組はリスナーとコメンテーター、そして私や飯田アナウンサー、みんなで作り上げるニュース番組です。ニュースについてぜひメール、ツイッターで番組にご参加ください。今朝は飯田アナウンサーが本土復帰50年を迎えた沖縄から、そして私と今朝のコメンテーター、ジャーナリストの須田慎一郎さんが東京有楽町からお送りしていきます。今朝は飯田浩司アナウンサーが沖縄で取材したレポートも含めてお届けしていきます。昨日沖縄で行われた沖縄復帰50周年記念式典の様子、40年にわたって沖縄の振興に携わってきた元沖縄県副知事の上原義行さんへのインタビュー、50年前の沖縄復帰記念式典で青年団代表としてスピーチをされた元沖縄県議会議員の具志康介さんへのインタビュー、そして沖縄本島最北端の岬、辺戸岬からの取材レポートなど、現地で取材した模様をお伝えしていきます。その他取り上げるニュースですが、6時30分頃のここが気になるプラス、フィンランドが NATO への加盟申請を正式に表明、7時30分頃の教えてニュースキーワード、北朝鮮で新型コロナの感染が拡大です。ここが気になるのコーナーです。今日は私飯田は沖縄那覇におりまして、ホテルの一角に今戻ってきたというところであります。で、有楽町のスタジオと二元中継でお送りするということです。朝刊各紙が届いております。一面をざっと見ますと、やはり昨日のね、沖縄復帰50周年の記念式典、まあ、その様子であったりとか、あるいは、総理、それから玉城沖縄県知事のスピーチのね、内容等々が見出しに取られています。朝日新聞、50年平和の島達成されず、続く過重な基地負担、沖縄知事式典で訴え、毎日新聞、沖縄の平和目標トーク、復帰50周年式典、知事負担軽減をと、いうことで、まあ、この2つの新聞はどちらかというと基地負担であったり安全保障の部分を大きく出している。一方で読売は、沖縄復帰50年、首相強い経済実現、基地負担減へ決意と、なっております。まあ、昨日のね、この
式典ですが、沖縄コンベンションセンターという沖縄会場、宜野湾市にあります。そこと、東京会場はグランドプリンスホテル新高輪の国際館パミールというところ、さらには、まあ、陛下は、オンラインで、天皇皇后両陛下ご臨席という形で、まあ、三元でやるというところでありました。そして三権の長、総理、知事等々さまざまな方々の挨拶があった中で、天皇陛下のお言葉もありました。で、産経新聞はそれを一面に掲げています。復帰50年陛下努力に敬意、国と沖縄歩み寄る未来へという見出しが掲げられております。ではここでですね、その陛下のお言葉ノーカットでお聞きいただきます。沖縄復帰50周年にあたり、本日沖縄と東京をオンラインでつなぎ記念式典が開催されることを誠に喜ばしく思います。先の大戦で悲惨な地上戦の舞台となり、戦後も約27年間にわたり日本国の施政下から外れた沖縄は、日米両国の友好と信頼に基づき50年前の今日、本土への復帰を果たしました。大戦で多くの尊い命が失われた沖縄において、人々はぬちる宝、命とこそ宝の思いを深められたと伺っていますが、その後も苦難の道を歩んできた沖縄の人々の歴史に思いをいたしつつ、この式典に臨むことに深い感慨を覚えます。本土復帰の日、中学1年生であった私は両親と一緒にニュースを見たことをよく覚えています。そして復帰から15年を経た昭和62年国民体育大会夏季大会の折に初めて沖縄を訪れました。その当時と比べても沖縄は発展を遂げ、県民生活も向上したと伺います。沖縄県民をはじめとする多くの人々の長年にわたるたゆみない努力に深く敬意を表します。一方で沖縄には今なおさまざまな課題が残されています。今後若い世代を含め広く国民の沖縄に対する理解がさらに深まることを希望するとともに、今後ともこれまでの人々の思いと努力が確実に受け継がれ、豊かな未来が沖縄に築かれることを心から願っています。美しい海をはじめとする自然に恵まれ、豊かな歴史、伝統、文化を育んできた沖縄は多くの魅力を有しています。沖縄の一層の発展と人々の幸せを祈り、式典に寄せる言葉といたします。昨日行われました沖縄復帰50周年記念式典、その場での天皇陛下のお言葉をお聞きいただきました。まあ、昭和天皇は沖縄に戦後ですね、沖縄にを訪問したいという思いがあったんですが、かなわず、そして、上皇陛下は何度も沖縄を訪れて、そして、まあ、流歌を歌う等々というんですね、歌い始めて流歌を取り入れたりなんかもしながら、さまざまな形で、沖縄に寄り添うというお姿を実際に見せておりました。そして、金城陛下、父を見て、育ったというところで、まあ、その表現も含めて受け継ぐお言葉であったと、まあ、このあたりはですね、今日朝刊琉球新報、まあ、地元紙ですが、指揮者評論というところで、中地博沖縄大名誉教授が、象徴天皇の姿勢
性交換という形で、書いています。まあ、かつての、ね、その感情の部分というのは沖縄戦を経験してますから、天皇陛下万歳といって知っていった人たちのことを考えれば非常に複雑な思いがあったという沖縄ですけれども、この部分のこのね、寄り添いというものを体現されていると、まあ、このあたりが次の50年に向けてのアプローチの仕方の一つのヒントになるのではないかということも思いました。OK コージーアップ、今朝は私飯田が那覇から、そして、新業アナウンサーと今日のコメンテータージャーナリスト須田慎一郎さんは有楽町からお送りするということであります。この時間からご登場です。須田さん、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。有楽町と沖縄をつないでお送りします。本土復帰50年のニュース、後ほどまた、ね、詳しくお伝えしていますが、はい、まずは、ウクライナ情勢に関連してですね、フィンランドが NATO への加盟を正式に申請表明したというニュース、フィンランドとそれからスウェーデンも、ね、近く申請をするというようなことになっておりますが、だいぶこの辺の安全保障環境も変わってきましたか。そうですね、まあ、これは大前提としてね、やっぱりロシアのオンゴールと、自ら招いた、はい、結果だと私は思いますけれども、まあ、そういった意味で言うとですね、戦後のですね、欧州のヨーロッパのですね、秩序といったらいいんですか、はい、仕組みがですね、大きくこれで転換してきたと思うんですよね。で今回、まあ、フィンランドの、まあ、これを最終的にですね、まあ、決断したというかですね、そういう方向性に、リードした、マリン首相ですね、この方36歳の女性ということで、はい、やはりその、戦後のフィンランド化というですね、状況といったらいいんですか、要するに、まあ、軍事的に安全保障的には中立という形を、保ってロシアとの関係を、まあ友好的に、ね、持っていったという形からですね、うん、はい、やっぱりこの戦後生まれのですね、36歳の女性首相が出てきたことによって、うん、そのかつての、ね、第二次世界大戦、まあ、途中、その後のですね、はい、経験というのも、うん、もうちょっとそういったことを皮膚感覚でわからない新しい世代が出てきたことによってロシアとの関係をリセットしようという大きな動きが出てきたと思いますね。あ、私よりも 4,5 歳若いんですよ、マリンさんが、はい、でほとんど多分冷戦下の記憶ってものがないですよね、だから肌感覚が違うってのはまさにそうですよね。ただそうは言ってもですね、やはりそのロシアの、ね、はい、リアルな、まあ、軍事的脅威といったらいいんですか、これに対してまあどう対峙していくのかっていうところで考えていくとですね、やはりこれよりも、はい、先に例えばドイツがね、GDP 対比、防衛予算のですね 2% 超え、はい、2%、はい、こういったところを踏み切ってきたところを考えてみるとね、やっぱりヨーロッパ自体が大きく動いてるんだろうなと。でそう考えていくとですね、その秩序そのものが、変わってきてしまうというですね、状況になるのかなと思いますけどね。でもこれだけ、まあ、このフィンランド、スウェーデンが NATO に入ろうとすると、これ同盟の価値っていうものがもう世界的に見直されてるというか、むしろないとこれまずいぞっていうふうに思う国がたくさん出てきたということでしょうね。ですから今、ね、飯田さん言われたようにですね、もうちょっと言葉を控えて言うとですね、集団的自衛権というところなんでしょうけども、はい、単独で、自らの国の防衛を、ね、保障するっていうのはもう難しいと、それが常識になってきたんだろうなと思いますね。まあ、そうするとね、じゃあこうアジアに置き換えた時にどうなんだと、まあ、日本日米同盟があるというところでありますが、まあ、それをこうきちっとワークさせるというのは非常に重要になってきますよね。ですからね、きちんとね、日米安保の規定を読み込んでいくとですね、なんかこう、日本がですね、そういった軍事的に攻撃を受けた時に、はい、一方的になんかアメリカが守ってくれるというね、そういう立て付けになってるわけじゃないんだと。要するに日本もですね、応分のちゃんと負担というかですね、対応していかなければ、はい、まあ、アメリカもですね、そこは、ね、真剣に対応してくれないんだということをやっぱり理解すべきですよね。そういった時にですね、今の憲法であるとか、あるいは、はい、防衛予算でいいのかどうなのかという問題が出てくると思いますけどね。まずここが気になるプラス、フィンランド NATO へ加盟申請正式表明というニュース取り上げました。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、
放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能を使うと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。4月から番組が少しリニューアル、6時台に紹介するニュースをボリュームアップしました。ニュース全開でお送りします。そして7時台の後半にはエンタメスポーツのコーナー、こちらもさらに充実したラインナップでお届けします。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中、ぜひフォローして番組にご参加ください。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、コメンテーターと7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。昨日沖縄本土復帰50年となりました。私は今朝沖縄から、そして有楽町のスタジオからはジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。まずはですね、為替お伝えしておきましょう。円相場、1ドル129円40銭付近で取引されております。ではこの時間取り上げるニュースこちらです。元沖縄県副知事上原義行さんに聞く沖縄本土復帰50年。昨日5月15日沖縄が本土に復帰してから50年を迎えました。この時間はですね、本土復帰の翌年1973年に沖縄県庁に入庁され、2010年から13年までは当時の中島博一知事の下で副知事を務められた上原義行さんへのインタビューをお送りいたします。この上原さん、本土復帰の翌年の入庁、県庁入庁ということなんですが、復帰が5月15日ということで、新規採用で県庁に入ってくる人というのは73年4月が1期生ということになると。ですんで、もう復帰からの1期生と、その方、そこからですね、40年間にわたって2013年まで副知事を務められたということで、県庁で40年、この復帰からの流れをご覧になってきたという方であります。上原さんもね、叩き上げの県庁職員というところですんで、ある意味非常にですね、こう面積な官僚という感じ で、しかもずっとこう県内の経済について、最初は道路を整備する土木畑から入ったそうなんですけれども、もう企画課というですね、もう企画部門、県全体の経済をどう回していくかというあたり、あるいは全体のデザインというものをこうやってきた方でもありますので、この50年、そしてこの先というところも、そういった目線で、お話をしてくださいました。では上原さんへのインタビューの模様をお聞きいただきます。50年経ってどうですか。やっぱりいろんなものがこうできたっていうのは達成した部分はありますか。ですからね、30年いわゆる振興開発計画という名前で、30年やってきましたけれども、30年を、が来る前に、事件が起きるわけですよ。1995年、少女の暴行事件が、あれでね、もう沸騰しますでしょ、沖縄のはね。冷戦が終わってね、例えばそのヨーロッパなんかでも平和の配当じゃないけれども、アメリカ軍が引き始めてるんですけど、ちょっとね、もう緩和の方向にあって、世界全体がもう米西冷戦終わったからね、いうことで少しこういう危機感が恐れた時代です。要するに基地に対するね、需要といいますかね、もうそろそろ縮小されるんじゃないかなと思っていたんだけれども、アニハから、沖縄に関しては全くそういうのがないと。要するに世界的にはそういうその軍備縮小のある中で、沖縄基地は一体どうなのか見通しが全くつかないと。そこで事件があって、実は橋本さんが総理大臣です。橋本龍太郎さん、で沖縄県の動き、反基地の動きに対して、これはもう何とかせないかなと当然思いますよ。でそこでね、彼の、総理談話というのが出てくるんです。その総理大臣としてのその何て言いますか、沖縄に対する、公式声明みたいな、もちろんです、閣議決定されますから、これで何が言ってるかですと。
今までの取り組みが十分でなかったって言ったんですよ、あの沖縄県に対するね、はい、それともう一つ1997年に返還の25周年の記念式典があるんですよ、まあ、今年50年ですけど、ちょうど半分、はい、25年式典、総理来られたんですよ、橋本総理が、はい、そこで彼がね、あの式辞を述べるんですけど、式辞たるやまたこれがすごいの内容といいますか、まあ、今までは要するに補助事業というか、はい、ハード事業で、ね、新興開発なんですよ、はい、もう開発じゃないよと、これ相当も、ね、国がやりますよって言ったんですよ、復帰してもう30年だって、もうそろそろ我々の国もねちょっとだんだんね、はい、まあ、手厚かったのかどんどんこうなると思ってたら逆、どんどん相当の手からやり始めます。これからは単なるね、はい、オールジャパンの全国並みの振興開発だけじゃなくて、はい、ソフトも含めて本当に沖縄の特性を生かしたね、歴史的にはね、うん、地理的にはねと、地理的にももう沖縄はそのねまさに最高の場所なんだ。だって沖縄のね米軍の車のナンバープレートがね、ナンバープレートの、はい、キーストン・オブ・パシフィックとなって、キーストン・オブ・パシフィック、これはねもうずっと米軍から、太平洋の絡み石、キーストン、まさにそれとね対象のことのところですよ、パシフィック・クロスロード、要するに何が言いたいかというと、一時的なやつもやっぱりもう軍事戦略上の拠点あるってことは、はい、民事含めてね、そういうところがでもね当然拠点になりうるよってことなんですよね。経済的なこう流れできても、物の流れできても、うーん、だって軍事上ね一番、まあ、今ウクライナではそうなんだけど、まさに民事でも物流って、ね、一番これから経済を支えるようになるんですよね、と。ついでにね、まあ、特殊な話しましょう、特殊事情、自然的、沖縄にハンディがありますか、とんでもないですよ、自然的条件から言うとね、日本なんか沖縄ほど恵まれてるところないじゃないですか、いや唯一の亜熱帯だからと言って亜熱帯ってことが不利なわけないでしょ、こんな綺麗な海とか空とかに囲まれて ね、なおかつあの、まあ、冬は温暖だし、でもう一つ基本的なことが、ね、まあ、これ結論になりますけども、はい、沖縄の特性って何かなと、それは誰でもフレンドリーになるんですよ、それがね、ただまあ酒飲んで終わるだけじゃなくて、本当にね、人間っていうのは人間の幸せっていうかあれは人との出会いが人生だという考えなきゃいけないと思うんですよ、そしたらこのネット上なんて本当に出会いなのかってことですよね、本当に面と向かってね、はい、まあその気遣いを感じながら出会って触れ合って支え合うというような社会をね、こう作らないと危ないと思う、ということは、まあ、結論ですけど、経済的な強さというものと人間的な温かさというものが両立できる社会が沖縄が作れるんじゃないかと、まあ、それが僕の夢というか結論ですけどね。上原芳幸さんのインタビューの模様を聞きいただきました、まあ、もうね、事務所にはこう資料がうずたかく積まれていて、まあ、それを一個一個めくりながら、実際にこういうことを言ったんだって指し示しながらですね、熱弁を振るって、くださいました、まあ、経済についての話が中心という形、まあ、このあたり次に向けて何をすべきかというところをですね、このニュース7時またぎ、スタジオにいらっしゃいます須田慎一郎さんとともに深めていこうと思います。七時またぎ、上原芳幸さん、元沖縄県副知事、インタビューの模様をお聞きいただきました、まあ、安全保障とか、ね、についてっていうのが言われることが多くて、今日の沖縄の県史琉球新報一面は平和豊かな美ら島へ、沖縄タイムズ平和の島実現要求というふうに大きく出ていますけれども、まあ、一方でこの経済の部分と、まあ、インフラ整備はだいぶできてきたということの、まあ、そういう認識がね、結構上原さんのお話の中からも出てきましたが、佐々さんどうお感じになりましたか。ね、やはりね、米軍統治下に置かれてた状況というのはアメリカサイドはですね、全くそういったインフラに対する投資と言ったらいいんですかね、住民のですね、生活を向上するための予算って割いてこなかったんですよ。
全くと言っていいぐらいにやってこなかった、はい、ですから、本土に復帰した時点というのは戦後がそのまま残っているというね、そういう状況、私も沖縄県出身の方に話を伺ったことあるんですが、当時っていうとやはり一定程度の所得がないと例えば靴も買えなかった、裸足でですね、ぬかるみを歩いているというね、状況だった。そこからですね、一気に本土並みのですね、インフラを整備していく、ここは相当私は日本は、中央政府はですね一生懸命やったんだろうと思いますよね。ただ、その復帰した時点っていうのはもう日本はすでに高度成長を実現してましたから、世界第2位の経済大国になってましたからね、その格差ですから、その格差の穴埋めのために相当インフラ投資はやったんだけども、結局ですねそれをやったことによって何が生まれたかっていうと、そこに依存する、例えば公共事業投資に依存してしまうですね、経済構造になってしまった。ですから自律的なといったらいいんですか、例えばなんかこう工業でね、ものを作ってとか、あるいは、何かこうソフト面でね、まあ産業を勃興させてというところが全く置き去りにされてしまったというところがですね、まあその負の、これは仕方がないんだけれども、残ってしまったのかな。それをやっぱりさっきのインタビューにあったように橋本龍太郎さんがですね、はい、総理大臣になった時に大きく方向転換が行われたということなんだろうと思いますね。30年が経とうとしていた第3次の振興計画の最中だったというところですけれども、あれで、インフラは一定程度こう整備ができたからこれで終わるんじゃないかということを、上原さんちょっと危惧していた部分があったんだけれども、そうではなくって今度はソフトをきちっとやるんだと、ね、いうことを言われて、でそこからじゃあ俺たちが沖縄からもう計画を出していこうっていうですね、そういった取り組みもやったんだと、21世紀ビジョンだとかっていうのをこうどんどん提起するっていうような機運が当時は生まれたんだというふうにおっしゃっていたんですが、その後最低でも県外というね、某総理の発言があったりとかして、もうどんどんと政治の部分でこじれていってしまったという、そのあたり、この今 この20年ぐらいっていうのがのボタンの掛け違いっていうのはものすごく大きかったような印象がありますね。そうですね。で加えてですね、今日に立って考えてみるとね、どうなんでしょうね、やっぱり、アジア特に極東のですね安全保障環境が激変しましたよね、冷戦終結時っていうのはこのまま世界が平和になっていくんではないかと思われましたけれども、やっぱりその後、その中国の、経済成長発展等を含めてね、あるいは北朝鮮という存在を含めてですね、要するに極東の、安全保障面でのアメリカにとっての必要性というのが、じゃあ低下していくどころかむしろ上昇していったという状況に私はなっていったのかなと思いますけどね。昨日の式典の中で の中日アメリカ大使、エマニュエル大使、のスピーチというのが、ウクライナ情勢を引きながらですね、価値観の共有だとか同盟の大事さというものを訴えていて、それはまさにその、沖縄というところが、新たなこうキーストーンとなっているぞということを、アメリカの視点だとそういうふうに見ているというところは、大きいですよね。そうですね。ただそのあたりなんですけれども、本土へ復帰するにあたってですね、その米軍基地の取り扱いといったらいいんですか、要するにこのまま残すというね、それが条件として、本土復帰というか日本にへの返還、この返還自体がですね、やはり、非常にこうアメリカサイドにとってみると異例な対応という、でそのためにこう条件をつけたわけですよね。でそのまま許容してきてしまった、日米安保条約の中で、それでよかったのかどうだったのか、あるいは日米地位協定の問題であるとか、そのあたりですね、政府がどういう対応を取ったのかというのが問題ですよね。でね、一方で、日本を自分たちで守るという意味では自衛隊の存在があって、ここはこのかつては、自衛隊に対して本当に県民感情は良くなかったんだけれども、今8割以上の方がとかなり変わってきていると。だからその辺でのこう役割っていうものも、今後の検討課題になるかもしれないですね。はい。おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん。
私飯田は沖縄から、そして須田さんは有楽町のスタジオから二元中継でお送りいたします。この時間取り上げるニュースはこちらです。沖縄本土復帰50年、政府と沖縄県が記念式典を開催。昨日5月15日沖縄が本土に復帰してから50年を迎えました。沖縄と東京では政府と沖縄県が合同で記念式典を開催。式典には天皇皇后両陛下がオンラインで出席され、沖縄会場には岸田文雄総理大臣や玉城デニー沖縄県知事などが出席しました。ということで今朝はですね、その模様を昨日私も取材いたしました。で、今日は沖縄那覇からお送りしているということになります。このですねコンベンションセンターで行われた復帰50周年の記念式典、宜野湾市に700人余りの方々を集めてということでありました。また東京の会場でさらには天皇皇后両陛下もオンラインでという、この式典そのものは三元でという形になっていたようであります。で今朝この時間はですね、50年前の当時を知る方々にも取材をしてきましたので、その中で、自由民主党元沖縄県議会議員、県連会長なども歴任されました。で50年前の沖縄復帰記念式典で、青年代表としてスピーチをされた具志康介さんへの、インタビューの模様をお聞きいただきます。具志さんが本土復帰あの当時どういった思いを持っていたのか、そしてその後50年が過ぎました経済各社基地問題について何を思うのか、まずは本土復帰当時の思いから伺ってまいります。復帰の時にね、私が訴えたかったことは、まず何としても27年間のいわゆるこの分断された中で格差が出たんですね。これも実感として考えました。学生時代もそのように言われました。どんな生活なんだろうね沖縄はと、ひどいのが言葉がどうなのと、日本語は普通に通じるんですかという、これはみんながそうだとは言わんけど、そういう人もいるぐらいな時代でしたからね。で我々は沖縄県を理解してもらいたいということと、そしていつまでも同情されるような沖縄県民であってはならないと、当時の政治家に、対する期待とか政治家が言ってることは、本土政府からたくさん その補助金を引っ張ってくると、これが自分たちの仕事だと、これが力がある政治家なんだと、今でもそういう感覚はあると思うんですよね。公共工事をさ、引っ張ってくるというのはあると思うんだが、それはいいこと、決して全て悪いとは言わんけれども、そういう以外に長年虐げられた生活をやっているものにとっては、なんかこう劣等意識につながるようなね、なんか同情されている、そういうようなものが特に若い青年にとってはね、これは嫌だったんですね。だから一日も早く自立して、いわゆるみんなの負担になるような沖縄県でやってはならないと、堂々と自立ですよ。自立できる沖縄県を作らなくちゃならんというのが一番の自分の願望というか夢でしたね。ところがまだ残念ながらね、どうですかこんな状況ですから、まだ特別措置法というのが沖縄県がまだまだ必要だということで、第6次の沖縄振興策をスタートさせるわけでしょう。今年そうですね。だから我々の努力はまだ足りないと、私の政治の場にいた一人として大変これはもう時短だを踏むというか、反省をするところなんですよね。それと特に感じますことは、一番のテーマは、米軍基地の問題ですね。負担が大きすぎる、そして危険である。特に普天間飛行場は規模的にも広大で、しかも都市のど真ん中にある。これはもうとんでもないことなんだと、一刻も早くっていうのはこれはもう当然の話ですね。それがいわゆる佐高合意で、1996年に日米間で合意になったんですよ。あれは橋本総理の、沖縄県では太田さん、太田さんの時代に、そして太田さんも良かったと言って、
移設条件付きということであったが、当時の太田さんもこれをね歓迎したんです。じゃあ移設どこに移設をしたもんだと、はい、いうことでいろいろと議論があって、最終的に名護、いわゆる内陸じゃなくて、はい、海側の方に満月のことがあったら海に逃げれるようにと、そして、空港ですから離着陸で民間上空を通らないようにといって日本の滑走路 V 字型と、はい、こういうような詰めを県も含めてさ合意をしながらね、26年経ってですよ、まだこれ解決しない、26年前と同じ議論をやってるんですよ。条件付き反対だと今頃言っている。まさにこれ政治ですよ。ここに私はね、はい、大変な時短だを感じる。私はその場にいながらね解決できなかったということがね大変残念だ。だって我々が長いいわゆるあの米軍、はい、あの異民族支配と言われたんですよ、あれが27年ですよ、返還合意から26年ですよ。あ、ほぼそれ同じ期間ですよ。うん、危険な基地を返せと言っておきながら、返すと決まっているにもかかわらずね、もう返したのは代替施設が建設始まっているのに、まだ反対だ反対だという闘争でね、前に一歩も進みきれない。何ですかって言って、私も含めて政治の場にいた私がこれできなかったっていうのがね、大変残念で申し訳ないなと思ってるんですよ。それともう一つ大きいのがね、地位協定ですよ。地位協定で特にあの裁判権だとかね、はい、捜査権があれは一種の治外法権ですよね。あれが認められていると、いうことは沖縄県民にとっては大変厳しいですね。私も地位協定はやっぱり、はい、特にこのいわゆる裁判権の問題だとかね、警察の捜査権の問題は改定すべきだと、はい、まあ、思います。ようやく公務外の部分はこっちでできるようになったっていうところですもんね、はい、これを今政府はなかなかね、まあ、厳しいというような盾に触れないんですが、沖縄県民としてはここをメッセージでない限り抜本的ないわゆる基地被害、事件事故というのをね、あの抑えるということは難しいんじゃないかなと思いますね。この50年、本土復帰から50年について、具志堅介さんの、ね、インタビューの模様を聞いただきました。浅田さん、お聞きになっていていかがでしたか。ね、論点が、ね、クリアになってきたんじゃないかなと今具志さんの、ね、話を聞いてみると、で私思うんですよ、はい、今の、ね、インタビューを受けてですね、踏まえて考えるとするならば、やっぱりこの、普天間基地の移設の問題、辺野古移設の問題と、日米地位協定、はい、これは日米地位協定というとかなり政治的な、ね、被災を帯びてきてしまうんだけども、これ全く違う次元に存在するものではなくて、表裏一体コインの裏表の関係にあるんではないかなと。ですから確かにね、鎖国合意で、これを移設する、ね、返還決まってるんだからと、はい、普天間のね、ということで移設をスムーズに進めていくためには、やっぱりどうなんでしょうね、このある種のこの治外法権であるね、日米地位協定の見直しというのもですね、やっぱりそれを合わせて、進めていかないと、県民感情としてはスムーズな、この移設っていうのを受け入れられないんじゃないかなと。ですからただ単純にその基地を移設するだけではね、あるいはそれを、はい、動かすだけではですね、まあ、あの着地はしていかないんじゃないかなと、そんなふうに今のインタビューを聞いてみて受け止めましたね。そして本当県政ずっとやってきた具志さんがいつまでも同情されるような沖縄県民であったらならないと、それを50年前にすでにスピーチのところで言っていたと、まあ、その後の、ね、補助金経済等々っていうようなところまで、含めて一日も早く自立しなきゃいけないとこういうことをおっしゃっていた、まあ、そのための経済を作るっていうのも大事なことですよね。その志は本当に立派ですよね。とはいえですね、27年間ね、米軍統治下に置かれていた中で、はい、まあ、劣悪ですよね、何もやらなかったわけですから、アメリカは。
だそういった点でいうと、当然ですね、そのインフラ整備という点では、はい、沖縄県民の方々がですね、受けるといったりですか、それは当然の権利としてですね、私はあるんだろうなと。じゃあその次に、どういう展開を持っていくのかというグランドデザインがね、中央政府にもなかったのかなと、うん、その辺が残念ですね。次の50年というのは、そのまさにグランドデザイン、どうするかというのを求められるところになっているわけですかね、はい、そうですね。この時間、有楽町のスタジオ、ジャーナリスト須田慎一郎さんとお送りしてまいりました。結構ね、沖縄について、今日は掘り下げてやってますけれども、メールやツイッターでもいろいろいただいてます。緑区根巻さん、本土復帰50年いろいろ考えさせられる日々でした。いろんな記事なんか見てても基地負担の話ばかりで、基地の重要性について考察されている記事があまり見当たらないこと、現地の人たちは、基地の有用性どのように感じているんでしょうか、本当に負担が減れば平和な島になっていくと考えているのか、隣国の軍事挑発行動も続いているし、今後どのようにしていけば安心安全に沖縄の人が暮らしていけるのか、今もぐるぐると考えていますと。そこの部分のね、周りの状況がまた変わってきたってことはありますもんね。ですからその辺もね、冷静な、ね、分析であるとか解説というのは必要になってくるんだろうと思うんですよね。要するに基地のですね、移設といったりですか、基地負担を軽減することが絶対的な正義だとしてね、そのことに前提に立つからこそですね、はい、基地があることによって先制攻撃を受けるんだというですね、指摘ばかりが目立ってますよね。本当にそうなのかどうなのか、はい、まあ軍事的に考えると非常にナンセンスな指摘なだけにですね、その辺も少し公平な、論評というのは必要になってくるんじゃないかなと思いますけどね、さあそして、続いては教えてニュースキーワードです。北朝鮮で新型コロナの感染が拡大。北朝鮮は12日国内で初めての新型コロナウイルスの感染者が確認されたと発表しました。また16日に朝鮮中央通信が報じております、今日報じたんですけれども、15日夕方までの1日でこの新型コロナ感染が疑われる発熱患者が新たにおよそ39万2900人確認され、この間に8人が死亡したと報じております。感染が拡大しているとみられます。まあ、今まで感染ゼロっていうふうに公式では発表してきておりましたけれども、いやここへ来て、ねどうなんですかね、これ大変なことになってるんですか。ですから朝鮮中央通信のね、はい、報道をですね分析してみるとですね、今感染者が公式的には 0%、 おそらくそうなんだと思いますよ。どうしてかというと、発熱という、ね、はい、症状だけでしか、検証することはできない、つまり PCR 検査そのものが行われてないんだろうなということが、伝わってくる。ですから、はい、それに対してどう治療するのか予防するのかという、そういうステップステージには全く達してないんだろうなと思いますけどね。なるほど、それこそワクチンの提供だとかっていうのを、はいはい、結構いろんな国々がアプローチはするけれども断ってきたっていうようなこともあるようですよね。ですからそのあたりについてはですね、最も進んだ科学力があるんだから、そのワクチンについてもというところに、そういう自負があるんでしょうね。これが海外からの支援ということになると、この政府に対する不信感というね、はい、体制に対する不信感というところになってくるのかなと思いますけどね。なるほど。でもこれね、オミクロン株はその症状が少し穏やかだというような話もありますけど、それはワクチンを打ってるからこそですよね。そうですね。だったら大変なことになりますよね。ただこれどうなんでしょうね。仮にね、じゃあ人道的な、意味合いでねワクチン支援をするにしてもですね、はい、で、やっぱりその間にね何かこう問題が発生した時に、例えば、ね、アメリカのワクチン、ね、メーカーがですね日本に提供する際にも法的な取り決めってあるじゃないですか。問題が発生した時に、それをですね、問わないとかね。でそういったですね、はい、前提がないと提供できないんですよ、この手のものは。でそういった意味で言うと中国製ということになるけども、中国製効かないから、これ。そうですよね、中国そのものが今苦しんでるっていうかね、ゼロコロナもう無理じゃないのってなってますもんね。だからそういった意味で言うと、これ北朝鮮が、はい、今後何をね国際社会に求めてくるのかっていうところがちょっと見えてこないですよね。
そんな中でもミサイルの発射を続け、そして核実験もやるかもしれないって、なんだこのチグハグさと思うんですけど。いや、チグハグというよりも、だから要するに国民の、ね、健康であるとか安全であるとかっていうのを、まあ、全く横に置いといて、自らの体制維持に 100% 全力投球してんだろうなと、そこしか見えませんよね。ミサイルの発射に関してっていうのは国内ではあんまり報じてないと、ここ1週間ぐらいのものはと言われてますよね、やっぱりこの新型コロナに対して一生懸命やってるっていうのを国内的にアピールしたいっていうところがあるんですかね。だからそういった今ね、すごくいい指摘だと思います。やっぱり国内的にはですね、やっぱりこの権力基盤が揺らいできたんではないかなと、はい、これまでだったらその強権的にですね、進めることができたんだけれども、はい、これだけのですね、そのコロナ感染者とおぼしき、人たちが出てきている中で、やっぱりこの疫病の蔓延というのはよくね、体制が倒れる一つの大きな要因と言われますよね。飢餓であるとか疫病の蔓延であるとか、まあ、そういった条件がいくつも重なってきて、いよいよその厳しい状況になりかねないというね、そういう危機感というのが体制側にあるんじゃないかなと思いますけどね。なるほど、確かに飢餓の部分でいうと、まあ、都市部はともかくとして地方部などはすでにね、兵隊さんでもそんなに食べられてないっていうような話が出てきてましたもんね、そこに加えてこの疫病の蔓延っていうと、悪い条件がいくつもこう重なってきたという状況になってきてるんじゃないかなと思いますね。今朝のコメンテーターは東京有楽町のスタジオからジャーナリスト須田慎一郎さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。この時間ここだけニューススクープアップも含めまして、今朝は私飯田は沖縄那覇から放送しております。1952年にサンフランシスコ平和条約が発効しまして、日本は主権国家として独立を果たしましたが、一方で奄美、沖縄、小笠原、アメリカによる統治、まあ、アメリカ軍による統治が続いたということになりました。で、1972年にですね、沖縄は本土に復帰をしたということでありましたが、この奄美、沖縄、小笠原のうち奄美群島はですね、実は1953年の12月に日本に復帰をすでにしております。で、それ以降はですね、奄美群島と沖縄本島の間というのが、まあ、実情の線が張られていて、そこから先が日本とアメリカ軍の施政かというふうに分かれていた。復帰の72年まで沖縄の中で一番日本に祖国に近い場所であった辺戸岬、先月私訪問してまいりました。その模様をお聞きください。1953年から72年までのおよそ19年間、沖縄と日本の境は沖縄本島と奄美の与論島の間の海の上、北緯27度線にありました。当時沖縄でここに一番近い場所だったのが沖縄県の国頭村辺戸岬であります。那覇からですね、車で北上することおよそ3時間、まあ、沖縄本島の最北端にあたるところであります。岬までやってきたんですけれども、この周りもですね、多肉植物のようなね、低い灌木がこう連なっているところに荒涼とした岩の岬が、出てくるという形で、そして深い青い海と、波の音も後ろでうっすら聞こえるでしょうか。さて、1960年代にはサンフランシスコ平和条約が発効した4月28日に合わせて、沖縄と与論島両方から船を出して沖縄の祖国への復帰を訴える 4.28 海上大会が行われました。で、ここ辺戸岬ではですね、かがり火を焚いたというふうにも言われております。辺戸岬の本当突端のところに今来てるんですけれども、ここから北の方を見るとですね、うっすらと島影が見えると。それが与論島であるということで、まあ、双方から船を出してですね、この27度線のあたりで、海の上で集まろうということをやったわけであります。こうした祖国復帰運動の結果、1972年昭和47年の5月15日沖縄は日本への復帰を果たしたわけであります。そしてこの沖縄の祖国復帰を記念して建てられたのが祖国復帰闘争碑であります。この台座の部分に、文章があるんですが、それをここで読み上げたいと思います。祖国復帰闘争碑。
全国のそして全世界の友人に送る。吹き渡る風の音に耳を傾けよ。権力に抗し復帰を成し遂げた大衆の乾杯の声だ。打ち寄せる波涛の響きを聞け。戦争を拒み平和と人間解放を戦う大衆の雄たけびだ。鉄の暴風やみ平和の訪れを信じた沖縄県民は米軍占領に引き続き1952年4月28日サンフランシスコ平和条約第3条により屈辱的な米国支配の鉄砂につながれた。米国の支配は傲慢で県民の自由と人権を蹂躙した。祖国日本は海の彼方に遠く、沖縄県民の声は虚しく消えた。我々の戦いは灯籠の斧に帰された。しかし独立と平和を戦う世界の人々との連帯であることを信じ、全国民に呼びかけ、全世界の人々に訴えた。見よ、平和に佇まう宜那摩の里から27度線を立つ小舟は船出し、厳々愛より勝利を誓う大海上大会に発展したのだ。今踏まれている土こそ、辺戸区民の真心によってなる中天の大焚き火の大地なのだ。1972年5月15日、沖縄の祖国復帰は実現した。しかし、県民の平和の願いは叶えられず、日米国家権力の恣意のまま軍事強化に逆用された。しかるがゆえに、この日は喜びを表明するためにあるのでもなく、ましてや勝利を記念するためにあるのでもない。戦いを振り返り、大衆が信じ合い、自らの力を確かめ合い、決意を新たにし合うためにこそあり、人類が永遠に生存し、生きとし生けるものが自然の摂理のもとに生きながらえうるために、継承を鳴らさんとしてある。先月、沖縄本島最北端辺戸岬を取材した模様をお聞きいただきました。復帰50年にあたる今年の4月28日にも、この辺戸岬で10年ぶりにかがり火が再現されまして、10メートル近いその炎というものは与論島からも見ることができたということであります。まあ、この祖国復帰闘争碑にもある通り、沖縄復帰後も米軍基地が残ったということであります。まあ、もちろんですね、安全保障の観点から考えれば、まあ、私もそうですが、現時点で米軍のアメリカの在日米軍の抑止力が必要だという方は多い、私もそう考えております。まあ、ただ面積で見ると本島のおよそ 15% が米軍基地だという状況、まあ、多すぎるということ、あるいはあの事故などさまざまな問題に加えて、これ特に沖縄の本島中部はいいところ全部基地で抑えられているというのね、経済の発展の阻害というものもあると。まあ、復帰50年、まあ、当時ね、県民の方々、国民全員が沖縄の復帰を求めたと、みんな力強く日の丸の小旗振って復帰させるんだということでやってきた。まあ、その、ね、思いを胸にしながら、まあ、外国の軍隊ではなくって、やはり日本国が自分たちの力で国と領土領海を守るというのが、まあ、本来はあるべき姿なんだろうというふうに思います。まあ、そこに向けて時間をかけて議論をしていくということも必要なんだろうというふうに思った次第であります。いかがですか、須田さん。ですからね、これまでですね、アメリカとどういうね、この基地の問題を含めてですね、沖縄に関して、約束があったのか、そして現在までにですね、どういう協議が続いているのか、やっぱりこのあたりがですね、ブラックボックスに入っているからこそね、ある種の不信の構図ってあるんだろうと思うんですよ。だからやっぱりそこをオープンにして今後議論していく必要性があるんじゃないかなと私は思いますけどね。今日の飯田浩司の OK 工事アップ、沖縄復帰50年ということで、まあ、それをさまざまな角度から掘り下げるという構成になりました。で、実はですね、この、まあ、他にもさまざまな方にインタビューをしていますので、明日もですね、ちょっと特に経済についての話、沖縄経済同友会の代表理事の方にインタビューをしてますので、その辺も明日もお聞きいただこうと思っております。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト、 YouTube でお楽しみください。さて今朝おはようテラちゃん5時台はイギリスと結びます。イギリスロンドン在住ですね、著述家の谷本真由美さんです。谷本さん、おはようございます。おはようございます、よろしくお願いいたします。お願いいたします。今朝の東京はですね、ぐずついた天気なんですが、イギリスお天気いかがですか。今夜の9時ですかね。そうですね、はい、ちょっと暗くなってきたんですけども、今日はですね結構暖かくてですね、はい、実は東京よりはちょっと暖かかったんですよね。16度ぐらいですかね。あ、そうですか。前回もお聞きしましたけども、まあ、お花の季節なんて言って、まあ、これからそうすると蒸し暑くなってくる感じですか。そうですね、ただですね、湿気はあんまりないですよね。日本は全然湿気はないので、はい、はい、となると過ごしやすい、まあ、一番いい季節かなと思います。そうですか。さて、ただ日本の方にはちょっと寒いかもね。あ、なるほど、日本のこの気温に慣れてるとで、はい、っていうことですね。そうですね、そうですね、はい。谷本さん、まあ、いろいろお聞きしたいことがありますが、まずはですね、まあ、イギリスの、新聞のタイムズの電子版がですね、はい、ロシアプーチン大統領が血液のがんにかかっている可能性があると報じました。これやはり、これはもう大ニュースでございますね。そうですか、はい。で、はい、ウクライナ侵攻後の3月中旬、プーチン大統領に近いロシアの新興財閥、例のオリガルヒの男性が西側投資家に話した内容の録音ファイルをアメリカのラインズが入手して、タイムズ紙が引用する形で伝えたということなんですけども、これ、イギリスはどういうふうに報じられてますか。これはですね、かなり信憑性が高いということで報道されておりまして、新聞の方もテレビの方でも報道されていて、はい、まあ、もともとですね、プーチンがですね病気なんじゃないかという憶測はあったんですが、はい、このですね、かなり身近にいた人が証言していて、アメリカの方は政府の方もですね、これは信憑性が高いと言っているということで、はい、もうこれは信用していいだろうということでですね、もう先は長くないなという感じで、もう報じられておりますね、はい。で、プーチンどこに行くのにもですね、大体がんの専門医も含め、まあ、3人の医師が同行していて、はい、でなおかつですね、治療の一つがですね、ステロイドの注射なので、それが原因で顔がむくんでると、はい、でそれからやっぱ病気が原因でですね、歩き方もちょっと問題があって、手の震えもあるんじゃないかということでですね、これはもうちょっとかなり症状が重いという憶測が出ておりますね、はい。何かその他の情報でもね、もう後継者を指名したのではないかみたいなことも言われていたり。そうですね、出て始まりますね、はい。そうですね、確かにこの前の5月9日のですね、対ドイツ戦勝記念の時の演説、そのおそらくラジオ機の方もあれと思った方いらっしゃるかと思うんですが、ちょっとこう顔がむくんでる状況ではありましたもんね。そうですね、で演説もですね、はい、やはり昔に比べるとやっぱりパワーがないと、はあ、でちょっと内容もですね、ちょっと弱々しい感じだったんですよね、はい。でやっぱりその体調不良が関係しているんじゃないかと、はい、見ている専門家の方もかなりいらっしゃいますね。いや、そうなんですね、はい。まあ、そういう今ですね、よく聞かせていただいてますが、前回ですと3分の1がウクライナの問題で、で残りのこの3分の1、例えば、これが王室問題だとか、であとは議会問題っていう感じなんですが、今このどんな割合ですか、イギリスのニュースっていうのは。
今ですね、ちょっとウクライナがまた増え始めた感じですね、はい、今度ウクライナ、ロシアがですね、はい、どんどん負けているというニュースが多くてですね、はい、増えておりまして、それから、まあ、フィンランドとスウェーデンのですね、NATO、はい、加入 の、 こう、まあ、トピックですね、そちらがちょっと増えて、まあ、40% ぐらいですかね。で、王室はまあ相変わらずございまして、そうなんですね、やはりこれも、やはりまあ 30% ぐらいですか、こちらが。で、今はですね、王室に関しては、女王様の体調ですね、やはり杖をついてお歩きになっていると、まあ、それから次のですね、女王様の君臨 70周年記念のですね、ジュブリーのお祝いに、このハリーとメーガンが子供を連れて登場するかどうか、で、家族とはどのぐらい会話をするかということが、はい、これがもう国民的な話題になっておりますね。細かいですね、やっぱり見てるところがね、細かい、何分話すかという、ね、ストップ地片手でみんな固唾を飲んで見守るって感じですか。はいはい、もうこれは毎回独身ですですが、唇病院専門家の方がですね、はい、遠くから望遠レンズで、はい、まあ、人たちが家族と接触するところを撮影してですね、で何を喋ったかって読み取りをやるんですよね。でさ、今回だから夫婦が、その70周年記念のイベントにそもそも出るのか、はい、それが2点目がですね、人たちがバルコニーに出て手を振るかどうかということですね、それから3点目が人たちがその家族とどのぐらい話すかと、どのぐらいインタラクションするかと。3点注目なんです。バルコニーに出るか出ないか、これ非常に重要なんですね。何でかというと、バルコニーに出て手を振れば、まあまだ王室の正式メンバーとしてはちゃんと認めてもらっていると、女王様だから、はい、ということになるんですね。でもし彼らがその出席を許されてもバルコニーに出ないとなると、やっぱり王室は首かしらということになりますよね。でそれからその家族とのこのお話のところ、これもまた重要で、結局女王様の体調が悪いので、まあ、次のサクセションですね、王位継承は、まあ、ジャールズ皇太子になるんですが、それをあと、どんな公務をですね、人たちがやるのかと、まあ、一応王室は首に、一応首みたいな感じにはなってるんですが、ちょっとウィリアム王子一人がね、ご担当になるのはちょっと量が多いところもありますし、それから夫婦がですね、担当していた役職には結構名誉職が多かったんですね、軍関係の、ですからそれをこの後、今後どうするのか、そもそもアンドリュー王子もちょっとスキャンダルがひどすぎて何にもできなくなっちゃいましたから、まあ、どうするかということですよね。今メルマさん、イギリス王室の国務顧問というのは4人いて、で、チャールズ皇太子、ウィリアム王子がいますよね。で、その他にはアンドルー王子と、まあ、ヘンリー王子がいるけれども、このアンドルー王子とヘンリー王子がどちらも現在は顧問から身を引いてるということですね。そうですね、もうダメと、特にアンドル王子は完全にダメです。もうクビです。あ、もうアンドル王子は完全にダメ、ダメです。もうダメ、ダメのダメのダメです。いや、ダメとダメとダメす、今すごいダメ出し来ちゃったんですけど、そういう今もう、ね、あれもダメです、イギリス国民の感覚なんですね。感覚、それから女王様の視点から見て、もうダメです。あれはダメなんです。もう最終通告が出てしまいました。もうあれ呼ばれになっちゃったし、でもダメです。心配なのが、谷本さん、エリザベス女王なんですけども、5月10日に行われた議会の開会式、欠席しましたよね。そうなんです。初めて欠席されて、以前欠席されたのはですね、妊娠してる時だったんですよね。そうなんです。しかもそれがアンドリー王子妊娠してる時だったんですね。さすがに妊婦さんというね、妊婦さんだから出れなかったということなんですが、今回やっぱりモビリティイシューですね、やっぱり今杖をついてお歩きになってるので、ちょっと歩くのが大変と。で、私議会に見学に行ったことがあるんですけども、非常にあれ古い建物なんですね、日本の国会と比べても。で、段差があったりですね、ちょっと通路もあんまり広くなかったりするので、まあ、やっぱりちょっとモビリティの関係で出席を、まあ、見合わせたのかなという気がするんですけども。そうなんですね、もうだって高齢で96歳でしたっけ。そうなんです、ね、こんなにね、高齢で足も悪いのにね、もう相変わらずハリーとメーガンがこうやって嫌がらせをずっとしていて、ね、嫌がらせしているのに70周年記念のイベントも出たいと言っていて、ですからそのね、どういうことなんですかということを私は直接言いたいですね。いや、直接言いたいですか。私、日本の谷本と言いますが、ですから、だから王族だからということではなくて、やっぱこう
人としてね、はい、うん、特にメーガンはあなた嫁としてどういうつもりなのですかと、はい、いうことを伺いたいですね。この方国民言いたくてしょうがないんでしょうね、うん、いやみんなもう私この外国人の私がそう思ってるぐらいですから、はい、国民はやっぱりね、怒ってると思いますね、特にあのね、はい、あの自分が嫁の方、あ、うん、ちょっとねそういう老舗の、もう最高の老舗の家に嫁に行って、それでやりたい放題、そしてね、嫁に行った先のね、はい、悪口をせもう方々で言いまく、ね、これはね許せませんね、受けませんダメですこんなのは。谷本さん、今朝もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします、はい、今朝もですねあなたの周りの情報を教えてください。メールはテラアットマーク JOQR.net、 ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。時刻5時17分です。おはようテラちゃん、今朝5時台はイギリスと結んでいます。イギリス在住の著述家、谷本真由美さんです。谷本さん、改めてよろしくお願いいたします。お願いいたします。谷本さんがお書きになりました、世界のニュースを日本人は何も知らない3、着々と伸びてるようですね。なんかね、またあのロシアのせいでまた売り始めたみたいなんですね、またなんかランキングに返り咲きになったんですね。そうですよね、でも皆さんあれ手に取って読んだら、中身読んだらびっくりっていう、はい、いやそれ驚きますよ、いろんな意味で ね後半のね、後半の方がちょっとね18禁なので、はい、18禁ですか、また谷本さん真面目な方が買って読んで、読んだり見たら中にそんなことが書いてあって、なんか目覚めちゃうかな、いや目覚めちゃういやそれ私わざとね入れちゃうんですよ、わざとね。わざとですか、わざとみんなにこう生活に楽しみを潤いを持っていただきたいと思ってですね、読んで後ろの方読んで、はい、ちょっとこうパパ活のサイトに行ってみたりとかね、そういう興味を持ってそう見ちゃったりとかして、ね、まあでも世の中の動きだとそういうことが起きてるよってことですからね、はい、そうですね、はい、さて、それではですね朝刊トップ5いきます。5月16日月曜日、今日の朝刊各紙から気になる見出し5つ紹介していきます。日経新聞、沖縄復帰50年。沖縄県は昨日戦後のアメリカ統治下から日本に復帰して50年を迎えました。岸田総理は宜野湾市で開かれた記念式典で、沖縄の潜在力を最大限に引き出し強い沖縄経済を実現すると表明、在日アメリカ軍基地の負担軽減に引き続き全力で取り組むと強調しました。毎日新聞、ロシア軍ハリコフから撤退。ウクライナ軍はおととい、ロシア軍が攻略を図っていたウクライナ第二の都市ハリコフから撤退を始めたと発表しました。ロシア軍は首都キーウ近郊から撤退後、ハリコフなどに部隊を集中させましたが、ウクライナ軍の反転攻勢で国境付近まで退却を余儀なくされた模様です。産経新聞、 NATO 北欧2国加盟協議。ドイツベルリンで開かれた NATO 北大西洋条約機構の非公式外務大臣会合は昨日2日間の討議を終え閉幕しました。会合では NATO 加盟申請を表明したフィンランドや加盟を検討しているスウェーデンの課題などについて協議、 NATO の事務総長は閉幕後、加盟国トルコがフィンランドとスウェーデンの NATO 加盟に難色を示している問題を受け、合意点を見出せると確信していると述べました。読売新聞、内閣支持上昇 63%。読売新聞が13日から15日全国調査を実施したところ、岸田内閣の支持率は 63% となり、前回の 59% から4ポイント上昇しました。岸田総理がウクライナ侵攻に適切に対応していると思うは 62%、 前回 58% でした。ですから2ヶ月連続の上昇。新型コロナウイルスをめぐる政府の対応を評価するとした人は 62% に上り、同様の質問を始めた2020年の2月以降初めて6割を超えました。スポーツ報知、大谷100号。
大リーグエンジェルスの大谷翔平が日本時間の昨日、アスレティックスとのダブルヘッダーの第2試合に指名打者で先発出場し、大リーグ通算100号となるホームランを打ちました。これまで日本選手で大リーグ通算100号を達成したのは松井秀喜さんとイチローさんの2人で、大谷選手が3人目となり、日本選手では最速です。さて、イギリスにいらっしゃいます谷本さんにいろいろ話を聞いていきます。谷本さん、よろしくお願いいたします。お願いいたします。今5本日本のこの新聞記事トップをですねご紹介したんですが、谷本さん今気になる記事何かありましたか？そうですね、やっぱりまあ、岸田首相に関するですね、はい、ニュースございますね。まあ、支持率がまあ回復していらっしゃるということで、はい、まあ、やっぱりそれに関連してですね、はい、まあ、英日首脳会談を行われたと、はい、で防衛訓練の、ね、円滑化をですね、円滑化で合意したということで、はい、まあ、ロシアへの懸念がですねやっぱり背景にあるんですけども、まあ、これまでの経緯を考えますとですね、ヨーロッパの国とこういった合意に、まあ、至ったのが初めてということで、はい、非常にこれ画期的なことかなと思うんですね。それからまあ、イギリス政府はですね、これから兵器開発も、まあ、共同で行っていくということで、はい、まあ、これも画期的かなと思うんですが、ただ残念なことにちょっとですね、この会談の件がイギリスで全く報道されなかった。報道されてないんですね。全然されてなくてですね、でせっかくですね、ボリスさんがせっかくですね、福島で作ったポップコーン食べたり、はい、それもなんか全然報道されなく、非常にちょっとイギリス国内では注目度が低かったということで、ちょっとそれは残念かなと思います、ね。そうですか。まあ、日本ではですね、はい、例えば航空自衛隊の F2 戦闘機の後継機についてイギリスの航空防衛大手の BAE システムが主要な構成品の共同開発に参画する方向で日英両政府が最終調整していることが分かったなんて。あとエンジンは ね、ロールスロイスと共同開発がもう固まってると。そうなんですね、こういうニュースが入ってるんですけども、それは、まあ、イギリスでは今それどころじゃないみたいなところがあるんですか？ないですね。もうヨーロッパ情勢とですね、また王室の話でね、はい、それが重要ですか、王室がね、はい、そっちばっかり 30% は王室ですもんね。そうなっていくとなかなか入らないぞそれはと、日本はっていうことですね。そうなんです。ダイエットの記事の方が重要ですね、こちらは。ダイエット、いや夏になりますから、はい、いかに体重を減らすかというですね、ニュースそうですか。だから日英首脳会談そっちダイエット、まあ、確かに分かるっちゃ分かるんですけど、身近な、ね、ネタですから ね、そうそう。谷本さんにこれもお聞きしたいのが、5日ですか、投票行われたイギリスの地方選挙、これ統一地方選挙で政権与党の保守党を大きく敗れるっていう、そうなんですよ、ボロ負けしちゃってですね、はい、で結局保守党コロナ対策はまあ一応頑張ってて、まあ、ワクチンの、ね、開発支援とか、それから、まあ、接種のです、ね、ロジスティックスはまあまあちゃんとやってたんですね。ところが、はい、やっぱりコロナが一番ひどい時期にですね、ルールを、コロナ規制のルールを作った政府の中の人たちがパーティーやっちゃって、はい、あ、パーティー、しかもそのパーティーやってただけじゃなくて、クイズ大会もやり、貧乏大会もやり、そして何ですか、政府の建物の庭で政教から買ってきたつまみとは酒で飲み会やっちゃったんですね。それがもう国民の非常に大きい怒りを買ったと。でパーティーをやって飲み会やっただけじゃなくて、その、はい、クイズ大会やったというところがポイントですね。みんな我慢してクイズ大会やってないのに、日本では理解に苦しむんですけど、クイズ大会にが激励に触れるわけだ、ね、イギリスでは。だから食べたものとかじゃなくて、そのクイズをやったというところなんですよね、激励に触れるポイントが。ポイントがやっぱ違うんですよね、はい、だから飲み会の時に食べ物も政教で、政教で議員がその議会の力の政権に自分で行って、しかもスーツケースゴロゴロ引いて行って、はい、で政教でなんか著作こうつまみを安いやつを買って、安いワイン買って、気にしてるっていう感じでしょ、だから一応あんまり豪華なもの食べるんじゃなくて、ね、もともとなんかそういう感じらしいですよ。そうですか。なんかもともと質素っていうんじゃなくて、なんか テイストがない、なんかイギリス人の普段見てると多分、はい、
多分それが普通なんですよ、あのお金がある人でも。谷本さんね、ジョンソン首相、そのパーティーやりました、で謝りました、クイズ大会もやっちゃった、本当申し訳ないと。だからその分ですね、いろいろ特にあの対外的なところで、日本からしてみるとジョンソン首相結構活躍してる、動いてるななんていうイメージあるんですけど、 それで帳消しにならなかったってことなんですね。なんだやっぱり、クイズの、恨みが、クイズって、そうですね、谷本さん改めて聞きます、クイズってそんなにイギリス人にとって大切なことなんですか。なんかどうもそうらしく、私もイギリスに来る前そんなことを全然つゆ知らず、知らなかったんですよね、なんかその前イタリア、イギリス来る前日本とかアメリカとかイタリアで働いてたんですよ、イタリアだと、その職場のね、なんかイベントとか飲み会でやっぱりその非常に気を使う、食べるもんですね、質ですよね、やっぱり、なんかそのおいしいそのパテとかね、そういうもの食べたりとかして、でなんかエンタメ、エンタメやるんですよ、職場の人の隠し芸大会みたいなのがあって、なんかそれにすっごい力を入れるんですが、なんかイギリスと職場のイベントでもう一番力入るのがやっぱりクイズ大会なんです、でクイズを作る人誰がやるとか言って、担当誰やりますかとか、みんなはーいとか手を挙げて、みんな一生懸命クイズ作るの、自分で作って、はい、で俺の作ったねクイズをぜひ答えてくれとか言って、真剣になってやるんですよ、スマホを持ち込み禁止 でなんか必ずクイズもなんかスポーツ、音楽、なんか歴史とかいろんなこうセクションがあるんですよ、でなんかすっごいもう熱心で、じゃあなんかスポーツはマークが悔しいから、マークうちのチームでぜひリクルートしてとか言って、すごい、じゃあ音楽はあれが強いととか言ってさ、すっごいんですよ谷本さん。だからおそらくそのクイズの作り方も難しすぎたらまたこれね、おそらく批判食らうし、優しすぎてもダメ、そう、ひねりがなきゃダメなんですよ、そうこれ難しいんです、非常にもうこれはね、そうなんだから、ね、またなんか知的っていうとまた違うんです、なんかひねりが入って、いやひねりが入って、なんかその微妙なね、なんか難しいな、微妙なね、このねイギリス的なひねりがあってですね、でなんかそれにもうすっごい熱心なんです、みんなだからなんかその辺のおじさんとかがもう本当熱心なんですよ。でなんか職場の飲み会とかでももう2ヶ月ぐらい前から、なんかこの日はクイズでやるぞやるぞとか言って、やるぞやるから、ぜひ参加してとか言って、はいはい、何クイズはとか。あ、そういう文化というのがあるんですね。だからアメリカはこんな文化ないんですよ。そうでしょう、アメリカはないです、こういうのが。イタリアもないんですよ、はい、なんかイギリスだけこのクイズに異様にこだわりがあるんです、日本はね別にクイズ大会やったからって別にやぶさかじゃないですよ、でもっていうか大人の人で結構年いってたら、飲み会とかでこう、ね、愚痴を語り合ったりとか、なんか美味しいものを食べて、なんか旬のね、なんかお刺身とかなんか鍋とか食べて、いいお酒ちょっと飲んで、まあなんかね、ちょっと愚痴でも言いながら楽しくやりましょうみたいな感じじゃないですか、宴会はね、普通そんな感じですよね、あと年取ってくるとなんか静かに飲むじゃないですか、日本酒とかさ、なんか塩辛とかしとって食べながら、ずいぶん渋いとこ行っちゃったな、いや私はそういうところなんですね、いや私も好きですよそれは、そういう感じなんですけど、なんかイギリスだとなんかそのおじさんたちが頭にかぶり漏らすんですよ、まずクイズ大会で、なんかもキンキラのモール、100円ショップで買ったモールとかで、をつけた帽子とかかぶり、もうなんかかぶり物して、なんか散々飲んじゃって、やる前にビール飲んじゃって、つまみはなんかね、揚げ物、揚げた芋とかそういうので、そりゃ太りますよ、そりゃね。そうなん、それでクイズ大会、ウェーとかやって。いや、だけど谷本さん、これ、ジョンソン首相、この先どうしていくんですか、それってイギリス統一地方選挙で、与党・保守党が ね、大きく敗れました、なんかすでに全体で500議席近く失ってると、で11の自治体議会で過半数議席を他の党に明け渡してると。いうことですからどうするんでしょうか、だから、結局ロシアに対して強く出て、外交力があるということをアピールをして、でなおかつ今イギリス政府はですね、公務員の削減をするということを言ってるんですね、でこれは減税して財源を確保するために、公務員9万1000人を削減するということを言っておりまして、政府の効率化をしたということを、お土産として、信頼回復するということなんでしょうけども、でもこれもちょっと、ね、公務員9万1000人削減って今おっしゃいましたけど、これまた9万1000人側からブーイング出ますよね。イギリスはね、でもブーイング出てもやっちゃいますから、結構ね、公務員もここ終身雇用じゃないんですよ、
かね、クビにできる法律があり、あの中央政府だけじゃなくて自治体も結構リストラやるんですよ普段から。そうなんですね。でそのリストラのやり方も強烈で、だいたい部署ごとクビにしちゃうんですね。部署ごと、で部署ごえあのだいたい外からコンサル言うんですよ、はい、であの政府の業務の法律がありますとか言って、じゃああんた何やってるかどうかあの私に教えてくださいとか言ってコンサルが言って、全部書き出させるんです全部ね、はい、何をいつどうやって、何を処理するのは何時間かかります、全部公開するするのね、でそれに沿って、はい、あなたは効率がとても悪いです、あなたの一つの作業にはだいたい何ポンドかかっています、そしてあなたの年収はいくらです、そう計算するとあなたはとても無駄が多いのでクビですって、クビにする。いやクールすぎるね。いや実は私はあのプロセス統制とか内部統制とかが専門なんですよ、はい、専門の一部なんですね IT で、私は実はそれをやってきた人間です。あ、そうなんですね。やってきた側なんだ。そうなんです。だからIT 部門で誰さんは何をいつやってて、はい、どういうスキルレベルがあって、はい、この作業の処理にはどのぐらい時間かかって、全部計算するんですよ。全部紙に書き出すんですよ、表にして、それを全部シェアして、あ、じゃあこの人とこの人は、この人のスキルはあの外部の会社でもできますね、はい、あのフィリピンとかアルバニアでもできますね、じゃあいりませんということで、いやークビ、シビアだな、でそれをイギリスの場合部署ごとやったりするんですよ。だからイギリスの場合は英語ができるところだったら、はい、イギリス国内でやってる作業できるんですね、政府の仕事とかでも、特にその事務系の仕事は、そうするともう部署ごとインドに移しますとか、それからそのハンガリーに移す、アルバニアに移す、マケドニアに移しますと、ありとあらゆるところにもう外注しちゃうんですよ、でもしくはシステムに入れ替えちゃう、あのだいたい外部の民間の会社さんがいろんな今システムを作ってで、あのこれはこのシステムを入れればできるから人がいりませんと、はい、ということでクビにします。それが軍人も結構クビになるんですね。私のあの義母のお友達の息子は2回クビになってますね。2回もクビになっちゃって、1回やめてクビになっちゃってまた戻ってくるクビ、その人はね消防士、あ、そうですか。どうなんで、消防士もクビになっちゃうんですよ、軍の。だから、公務員もね、安定してらんないですよ。落ち着いてらんないですよ。恐ろしいんですよ。谷本さん、また後ほどお話聞かせてください。よろしくお願いいたします。時刻5時33分です。時刻5時38分です。今朝のこの5時台おはようテラちゃんはイギリスと結んでいます。イギリス在住の著述家谷本真由美さんです。谷本さん、よろしくお願いいたします。お願いいたします。先ほどの谷本さんがあの、ね、この宴会、日本の宴会というとこの日本酒で、イカの塩辛というようなこの雰囲気を伝えてくださったんですが、リスナーから質問が来てですね、イギリスではイカの塩辛のような食べ物はあるんでしょうかという質問なんですが、これはね、あります、近いって言ったらあれですか、はい、オイルアンチョビか、アンチョビはまあ近いですけど、イギリス人はあれあんま食べないですね、あのスペインとかフランスの人は、はい、あのサラダに入れたり、それからあとあの何ですか、あのパンをね、はい、あのフランスまでにあの切ってですね、それをちょっと固く焼いて、その上にちょっと乗せて卵とか乗せて食べたりとかね、そういうのを食べるんですけど、まあ、あとはニシンの酢漬けですか、あれはちょっと近いですけど、でもイギリス人はあんま食べないですね、あれは。あ、そうです。売ってる、こちら売ってるんですけど、あ、売ってることは売ってるけど、ユダヤ系の方とか東の方とかはあれ食べるんですけど、私はよく買ってるんですけど、だからなんで発酵食品自体がですね、あんまりないんですね、イギリスは。結局湿度が低いので、発酵食品を作ろうと思っても日本みたいにできないんですよ。でまたその発酵食品の文化がないんですね、なので発酵させて保存するっていう文化がなかったから、あの燻製の文化があるんですね、保存食、それから塩漬けですね、はい、あの肉の塩漬け、ベーコンとかハムとかですね、はい、塩漬けの文化はあるんです、発酵文化がないんですよ。そうか、食文化やっぱり違いますね、それからあの日本酒みたいなアルコールがないですから、結局ビールになっちゃうから、そうするとあれに合う食べ物というとやっぱ発酵食品じゃなくて、やっぱ油で揚げたものとか肉類とかですね、ワインもほら醸造酒で、あの日本酒も醸造酒ですからね、それはなんか共通部分あるのかなと思ったけど、またちょっとやっぱり
ジャンルが違うんですね、それね、うん、それイギリスはですね、実はワインは割と最近まであんま飲まなかったんです、そうだったですか、だから上流階級の人がそのヨーロッパの大陸側から持ってきて飲んでて、はい、結局ここは寒いからワインが本当につい最近まで作れなかったんですよ、最近温暖化で南の方でワイン少し作ってるんですけど、結局ワインほとんどヨーロッパの大陸で作ってるんですね、で昔はその輸送コストが高いので、フランスとかそのイタリアとかスペインとかから持ってくるとなるとすごくお金がかかったんですね、だからそういう飲む文化がなくて、だからワインを割と普通の人が飲み始めたのが本当、ね、今が30年、まあ、言われてみればだって、ね、25年ぐらい前からですかね、イギリスといえばスコッチウイスキーですもんね、そうなんです、そうだから金融ビッグバンが起きて、その後にそのお金を稼ぐ人が増えて、でそれであの輸送コストも下がってですね、ワインが、それからまあ EU の EU もできたりとかして、それでワインが安くなる、それでみんな飲むようになったんです、だから未だにワインをイギリスで飲むっていうのはちょっとね、ポッシュな行動なんですよ、だからもともと労働者階級の人で、私は中流と言い張ってる人、私はポッシュなのよって人いるんですよ、はい、うん、ええ、もう思いっきり労働者階級なんだけど私は違う、ええ、人が、その人はもうなんか指輪とかね、ネックレス銀ギラギラギラつけて、ですぐランドローバー乗ってね、はい、でなんていうんですか、ちょっとブランド品をこう身につけて、そういう人がワインを買って、またそれですね、ワインをあのピクニックバッグがあるんですよ、中流の人の象徴の文化というか、ピクニックバッグって言って、ワイン、ワイン、ガラスのワイングラスですね、はい、それから陶器の皿とナイフとフォークを、そういうのがあるんだ、そのまま、なんか固定していられるバックパックとか、塔のカゴあるじゃないですか、はい、あります、塔のカゴ。19歳、あれを買うの、あの人たち、高い。3万円ぐらいするんですね、ここに詰めてワインも詰めて、フランスパンとか詰めて、なんかつまみのタパスとかさ、なんかフムスとかそういうの入れてですね、それを持ってピクニックに行くんです、野外コンサートとか、でそこでそれを全部なんか敷物の上に広げて、私は高いワイン飲んでる、見せながら飲む、そうだけどその話はもともと本心の中流じゃないから、ワイン飲みすぎてヘベレケになっちゃって、でそこで殴り合いの喧嘩を始めるわけなのですよ、私はそれを見たことがあるんですよ、野外コンサートの時、なんかね、ひどい目に遭いました、その時は飲み慣れてないからね、そうで、なんかみんな巨体、すごい巨体なんです、しかも、その殴り合いの喧嘩を始めるのが男性じゃないです、女性なんですか、中年以上のすごい、ワンパンチが重そうですよね、すごい、すっごい巨大で、爪とか、爪は真っ赤に塗ってあるんですよ、50代以上の人なんですよね、なんか恐ろしい光景だな、谷本さん、その他にですね、イギリスの話題で驚いたのが、U2 のメンバーがウクライナの首都キーウでライブを行ったという、5月8日 U2 のフロントマンであるボノとギタリストのジ・エッジが首都キーウを訪問、市民の避難所となっている地下鉄駅で U2 の複数のヒット曲を歌ったほか、ウクライナ国民とゼレンスキー大統領を応援する曲を披露、ロシアの侵攻を阻止しようとするウクライナの人々と連帯を示したということなんですけど、これどうですか、イギリスでは。イギリスではね、これは塩対応されて、あんまりですか。なんでかって申しますと、まずあの基本的に U2 って最近は音楽じゃなくて、こういう社会的な社会政治活動で目立とうということを、もうここ20年以上やっていて、もうなんかこの人たちの現役のなんかすごいミュージシャンで見てる人あんまりいないっていう。そうなんですか、でまたね、演奏した曲がスタンドバイミューとかの替え歌のそのウクライナですね、これがまたベタですね、はあのイギリスの人スタンドバイミーとかね、イマジンとか嫌いだからみんな、ね、あ、そうなんだ、大嫌い、ベタで、出たよみんな、なんか U2 かこれやりに行ったってんで、出たよみんな、出たの感覚なんですね、出たよまた来た U2 出たよまたボノ来たよみたいな、またチャリティーやってん、はあ、まただよみたいな、そういう感じですね、ウクライナからしてみれば嬉しいんでしょうけど、イギリスからは今の、ね、話のようにちょっと冷ややかな目でまたかみたいに見られて、ちょっと終わってる人たちって扱いなんですよね、若い人知らないし、誰これ、ね、誰この年寄りは、いやいや年寄りはいやだって若い子たちから見たら U2 の人たちっておじいさん世代ですから、そうですけどね、このおじいさんたち何なのって、さて、しかもね、すみません、次の話題行ってもよろしいですか、はい、大丈夫です、すみません、ではこちらの話題いきます、はい
ウクライナ情勢、イギリスの気になるニュース。まずはですね、 NATO 北大西洋条約機構、フィンランド、スウェーデンの加盟を迅速承認へというニュースです。 NATO の同盟国、加盟申請方針のフィンランドとスウェーデンに対して迅速に加盟を承認する見通しです。1年間の批准手続きの期間中、各国北欧地域で兵力を増強したり、バルト海で軍事演習を増やしたりするほか、アメリカ、イギリス軍、これをですね、フィンランドとスウェーデン経由で派遣する可能性もあると言います。フィンランドとスウェーデン、軍事的な中立を掲げてこれまで来たんですが、 NATO には未加盟でした。でロシアによるウクライナ侵攻で自国の安全に危機感を強めていて、現在加盟申請の方針を打ち出しています。でプーチン大統領は NATO の東方拡大への懸念から、西におもねるウクライナに対し侵攻を行ったということなんですけれども、まあ、その結果 NATO の東方拡大を助長した形になっていると。谷本さん、このあたりどうでしょう。加えてフィンランドにこの電気もですね、止めたと、全部ではないんでしょうけども、ロシアが止めたみたいなニュースも入ってきてますが、このあたり谷本さんどう感じですか。まあ、そうですね、まあ、実際、まあ、スウェーデンとフィンランドはですね、NATO のですね、準メンバーみたいな状況でしたから、はい、まあ、完全に早く加盟した方がいいのにって思ってる方は、イギリスもなんか、なんで今、やっと加盟するのかっていう感じで、なんですよね。はい、まあ、ですが、今、フィンランドとスウェーデンがなんで加盟するのかっていうことに疑問をね、日本の方、思ってると思うんですよ。結局、国内でですね、NATO加盟に対して、その反発が今まですごかったんですね。で、あと、フィンランドの場合は、ロシアがウクライナに攻撃を始めてですね、はい、NATO 加盟の、希望者がですね、だいたい 30% が今 70% 以上になっていると、急に上がったんですね。はい、でこれはやっぱりもともとフィンランドはですね、ロシアと戦った、まあ、ロシアというかソビエトと戦った経緯もありますし、はい、まあ、1809年からですね、1917年までロシアの一部だったんですね。そうですね、はい、ですからもともと反ロシア感情、反ソ連感情というのはあるんですが、1948年にまあロシアとソ連と友好条約を結びまして、まあ、フィンランド独立してたんですが、でもそれでもやっぱりフィンランド国内に、まあ、ちょっと親ロシアというか、まあ、隣の国だから感情を荒立てたくないという人たちがかなりいたんですね、はい、でそれからやっぱりフィンランドともうスウェーデンもそうなんですけども、やっぱりその国民性として非常に共産主義っぽいところがあるんですね、あの辺の地域は、だから やっぱりなんだかんだでちょっと東側寄りなところがあったんですね。ですから完全に NATO に加盟しちゃうのは嫌だという方がかなりいたんですよね。まあ、ですがちょっと今の状況を見ますと、はい、とにかく NATO にですね、完全加盟しないとですね、抑止力の転換にも非常に障害になりますし、まあ、今のところですね、スウェーデンとフィンランドはですね、1994年にですね、はい、NATO とパートナーシップの平和条約を結んでますので、はい、だからNATO の軍がですね、フィンランドとスウェーデンの敷地内で、まあ、活動することが可能なんですけども、あ、そうなんですね、ただ準メンバーみたいな感じなんで、はい、まあ、完全転換が難しいと、ただ今の状況では早く加盟をした方がいいですね、はい、でもそんな中ですね、谷本さん、イギリスジョンソン首相が11日ですスウェーデンとフィンランドを訪れて安全保障協定の合意文書に署名しました。ですね、ですからこれイギリスはですね、スウェーデンとフィンランドが攻撃を受けた場合、まあ、イギリス、EU、ね、出ましたから、支援をこの行うという内容で、この結んだということなんでしょうね。そうですね、二国間条項、条約でございますね、はい、安全保障条約協定でございますね、ですからもうイギリスはこれ結ぶことによって、まあ、スウェーデンとですね、フィンランドのその NATO 加盟をまあ強く推すということですよね、これに対してイギリス国内の反応ってどうですか。これはもう完全に支持しておりますね、うすもう前向きに、ええ、でやっぱりイギリスの人はスウェーデンとフィンランドがですね、ちょっと東側寄りだということは昔から知ってますから、はい、早く我々の方に来なさいというように言っておりますね、とにかくもうロシアをとにかくどうにかしないとですね、これはもうイギリス一国だけの話ではなくて西側全体へのこれ挑戦ですから、はい、
大変なことになっていますからね、そうか、西側への挑戦というふうに見てると、そうですね、そうですね、やはり国民感情もそういうふうにいきますよね。そうですね、ですから日本だとなかなかこれ実感している方少ないんですけども、結局ロシアがやっていることというのはですね、もう資本主義社会、自由主義社会に対する挑戦なんですね。はい、自由主義社会に約束事を彼らはすべて無視しちゃいましたから、そして国連も無視しちゃいましたから、もうこれは本当にとんでもないことなんですね、これまで戦後秩序をすべて破壊することをロシアはこの短期間でやってしまったんです。ですからこのヨーロッパの人たちはもうロシアの近くですからに住んでますから、もうこの衝撃というのはですね、日本の人が想像できない衝撃なんです。そうでしょうね、ご存知かと思いますが、先日フィンランドのマリン首相も日本を訪れてですね、これ対ロシアで連携するのはもちろんなんですけども、あとは国際ルールとか経済とか安全保障でフィンランドとこの、ね、協調関係を深めて、中国の脅威ですよね。そうですね、フィンランドといえば通信分野で先端技術を持ってますもんね。そうですね、ですからそうですね、それからまあ日本に対してはとにかく中国を牽制してくれと抑えてくれ、ということですよね。そうなんですね、このイギリスが対中国みたいなのってのは今ニュースで何か扱われることありますか？これはね、あんまり出てないですね。ですから非常に今厳しい状況ですよね、やっぱり通商関係がありますからあまり強いことは言えないと、それからやっぱり距離的に離れてますから、やっぱりその中国が何かね動きがあるとすると、やっぱりイギリスから軍を派遣してどうにかすることもちょっと難しいので、やはりそこは日本に期待するということですよね。はい、さて、だから日本への期待は大きいですね。期待は大きい、日本に対する期待は大きい、イギリスからのですね、そうですね、そしてフィンランド、スウェーデンの動き受けてですね、ロシア、プーチン大統領がフィンランド、ニーニスト大統領と電話会談を行いました。で、電話会談でニーニスト大統領は自国を取り巻く安全保障環境が根本的に変わったとプーチン大統領には説明したと。だから、NATO も考えているんだということ で、一方プーチン大統領はフィンランドにとっての安全保障上の脅威は存在せず、軍事的中立という伝統的な政策を放棄するのは誤りだと批判したというんですね。で、フィンランドの外交方針の変更は長年にわたる両国の互恵関係に否定的な影響を及ぼす可能性がある、このように強く牽制したというんですが、このあたりのニュースというのはどうでしょう、イギリスで。これはかなり報道されておりますね、結局フィンランドもそうですが、スウェーデンというのはずっと長年中立政策を取ってきたんですね、つまり中立政策はどういうことかというと、我々は、ソ連ですね、それからロシアに対しては、あくまで中立的なスタンスを取ると、ですからあなた方を攻撃することもしないので、あなたの方も我々を攻撃しないでください、そういう意味なんですね、中立というのは、あくまで。ですから我々は西側の方に強く加担するわけでもなく、中立ですということなんですね、だけどこの電話会談で、フィンランドの大統領がですね、自国を取り巻く安全保障環境は根本的に変わったと、この根本的という言葉が非常に重要ですね、つまりフィンランドとロシアの関係は終わりだと、今までの中立的な立場は終わりにしますということをはっきり言ったということですね、なるほど、もうさよならですみたいなもんですね。そうですね、ですけど、ただこれは非常にフィンランドにとってはですね、非常にこれは衝撃的なことです。なんでかというと、フィンランドはロシアと国境を持ってますから、もう陸つなぎで攻撃をすることは簡単なんですね、本当に簡単なんです。ミサイル撃ち転ぶことも簡単ですし、それからもう車両でですね、もう進行しちゃうこともできるんですね、できてしまうと。ですからその脅威がフィンランドはあるので、もうこれをはっきり言ったということはですね、大変これ大きな事件ですね。そうなんですね、1300キロでしたっけ、国境があるっていうね。そうなんです、フィンランドとロシアのね。そうなんです、それからロシアからサンクトペテルスブルクがですね、フィンランドまで電車でまだ行き来できますから、ロシア人がです、逃げてきてるんですよ今、電車で簡単に行けるので、昔はね旅行で簡単に、今でも列車通ってますから、だからフィンランド、ロシアから脱出する人はですね、もうフィンランドが最初の到着地になっているという人も多いですね、ヨーロッパ側のロシアの場合は、だからその状況で我々はもう中立的なその関係やめます、という言ってしまった、つまり我々は西側と一緒になってロシアを攻撃します、戦いますと言ってしまった、
ネーバーサレンダーもあんたたちには屈服しないということを言ってしまったということですね、うん、はい、もうこれはですね、もうあの戦後の秩序のですね大きな変革ですね、はい、だからもう北欧諸国も関してでも政治的立場が変わってしまうということですよね、はい、いや今の谷本さんの話でよっぽどの決意を持ってフィンランドが、まあ、そうなんです、腹を決めたということなんですね。そういうことです。ですから日本の方はフィンランドというとついムーミンとかね、はい、そういうゆるふわなイメージしかないんです。そうじゃない、そうじゃないんです。非常にシビアな状況にある国なんです。はい、今朝はイギリスと結びました著述家谷本真由美さんにいろいろ話を聞きました。谷本さんありがとうございました。 ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。今朝のコメンテーターは経済評論家常念司さんです。常念さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。今日寒いんですね、はい、いやそう肌寒いですよ。肌寒いんですね、これちょっとやばいですね。なんでですか。いやちょっとやつらの活動が、ね、やつらってやっぱり暑いと鈍るんですか。いやなんかちょっと肌寒いと動きよくなんですか。今日多かったんですよね、いつもより、また、なんでちょっと多めに、はい、早めに起きて今日は、はい、駆除してきたんですけど、ありがとうございます。さっきは寺島さんがねダニの話してましたけどもね。そうそう、壁穴宝ダニっていうね。壁穴宝だね、壁穴、なるほど、はい、それはあのなんかこう死んでるのに生き返って攻めるみたいなとは違うんですか。なんかコンクリートに赤いちっちゃいのいるなと思うと、なんか動いてんなってのがそれなんですね。なんか具合悪そうな人がいるなと思って上で噛んでくるとか、それはゾンビっていうものなんじゃないですか。よくいるんですけど、うちの前には結構なんか送り込んでくる会社があるみたいで、会社ですか、外資系企業あるみたいで、そんな会社良くないじゃないですか。なんか傘のマークのね、あの外資系企業がね、そっちの方が送り込んでくるらしいんですけど、今ちょっとミラージョボビッチさんがね、今ちょっとウクライナ問題で忙しいんで、ね、僕一人で頑張ってるんですけど、ミラーいつでも助けに来てみたいな感じ。いつでも助けに行くじゃなくて、ラジオを通じて日本語でミラージョボビッチに呼びかけるという、もうほとんど無駄なことを今やってるんですけど、伝わるんでしょうかこれミラージョボビッチ、ね、いやいや自分で言っといて何を言ってるんですか。いつかこの番組のゲストにぜひねミラージョボビッチを、いやいや来ていただけるんだから、ね、来ていただきたいですね本当に ね、 そうです、ね、もう、はい、もう寺島さん英語ペラペラですかね。いやいや1ミリペラ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 、いやいやいや、アイアンペラペラ、私テラなんですけど、テラじゃなくてペラじゃない、テラ、はい、テラちゃん、ペラペラ、さんだってペラペラ、あ僕はもうペラペラね、そうですよね、はい、大丈夫です任せてください、もう何でも、もうあのスペイン語もちょっと喋れます。なんでですか。ウポキーでスパニョルですか。いやいやいや、あ知らないんですか。私アメリカ留学してる時にキューバ人の家にホームステイしてたんですよ。在米キューバ人の家にホームステイしてました、はい、だから僕のホストマザーホストファーザーはですね、あの在米キューバ人一世なんで、はい、家の中ではほとんどスペイン語です。なんでもう結構スペイン語覚えて高校生の頃結構喋ってたんですよ、はい、かなり忘れたんですけどね、まだまだちょっとぐらいだった。吸収力あったんですね。いやいやいや、ね、だって喋らないと思ったって生きていけないから。でもほら相手も片言の英語は喋れるんでしょ。まあね、あの僕の、 あのホストファーザーはね、はい、あのホゼアントニオガリードさんで、ああもうそれなりの名前じゃないですか。そうですよ、でもだって僕もホストブラザーマウリスよくんですし、一番仲良かった友達がサルバトーレですから。いやサルバトーレって言うとなんか他の人想像するんだけど、あとマリオもいますよね、ダリとかなんか そっち行っちゃうんだけど。お前どこに留学してきたのってよく言われるんですけど、そうですよね、本当だアメリカでしょ。アメリカですよ、アメリカですけど向こう の、 あ の、 そのヒスパニック系の人ですね、はい、もう楽しく過ごしてましたんで、はい、よかったんですけどね。いやちょっとだけスペイン語できる、なんか一粒で二度おいしい感じだったんですよね。美味しいですね。ただね問題が一個あって、はい、キューバ系の家でしょ、はい、だからねキューバなまりのスペイン語なんですよ。あだからオーラコモエスターって言うじゃないですか、はい、オーラコモエッターなんですよ。スってあんま言えない、そうなんです。なんか一つ返しちゃってるってことなんですね。ワンクッション置いちゃってる、ワンクッション置いて、だからなんか、はい、あの日本に来たんだけど、はい、なんかほらあの山形弁があの東北弁がすごい得意になって帰ってった外国人みたいなノリですよ、はい、関西弁バリバリの、でもタレントとしては通用するんですけどね。そういう人はそうだ、俺キューバ行けばいいのかもしれない。でも、ね、キューバ行くなって言われてるんですよ、キューバ革命で追い出された人たちなんで、絶対キューバ行くなって言って、もカストロにも金やることになるから、もうキューバなんか絶対行っちゃいけないって俺は習いましたけどね。そうですか。そうなんです。いろいろ経験されて、いろいろ経験します、はい、さて、今朝もいろいろニュース入ってきてますけども、これ読売新聞ですね。読売新聞が先週末の13日から15日、全国の調査を実施しました。岸田内閣の支持率 63% となって、前回調査4月1日から3日実施の、この 59% から4ポイント上昇しました。
不支持率 23% で前回調査の 29% からポイントが下がっています。また岸田総理がロシア産原油を段階的に禁輸する方針、これを表明したことを評価するが 75% に上りました。岸田総理がウクライナ侵攻に適切に対応していると思うは 62%、 2ヶ月連続で上昇しています。岸田内閣の支持率、前回調査に比べて4ポイント上昇です。これ常念さん、どういうふうにご覧になりますか？やっぱ何もしない方が支持率上がるんですかね。ね、はい、受け身後追い、ね、検討するのキス、ね、はい、キスイですけれども、はい、いや受け身後追い検討するの方がなんか受けるんですかね、はい、菅さんみたいになんかガンガンやろうとするとね、なんかこう反発がすごいじゃないですか、だけどキッシュはなんか言われてからやるっていう、まあ、タイプ、御用聞きタイプでやってるんですけど、はい、この方が受けちゃうっていうのは、ね、いかがなもんかなと思うんですが、まあ、ただね、ウクライナに関するね、特に、まあ、対ロ制裁、ね、はい、こちらに対する支持率が非常に高いということはやっぱ日本人はですね、まあ、分かってると、ロシアのだから偽情報にはね、釣られてないし、まあ、ロシアンフレンズがね、もう一生懸命ロシアの肩持ってね、ロシア人以上にロシアの肩持ってる連中がいるんで、ちょっとこれどういうやつらなんだと、ロシア行けばみたいなふうに思うんですけど、まあ、こういう人たちのね言ってることはほとんどその、まあ、一般大衆には響いてないということでざまあみろと思いましたけどね、まあ、ただねちょっと残念ながらね、プーチンの言ってるあの嘘でたらめはね、第三世界ね、いわゆるね、にはねちょっと聞いちゃってるんですよ。聞いちゃってるんですか？なんかよくわかんないですけど、南アフリカとかでね、ロシアのナラティブ結構信じる人多いとかね、あとインドとかもちょっと信じる人多いらしいんですよね、もうロシアもだから完全に意識してね、こういうまあ日米欧みたいなこう西側世界は騙せないんで、その第三世界向けにあのプロパガンダを割とやってるようなところがあるので、これちょっとね、まあ、問題かなと思いますけどね、はい、続いて読売新聞のこの調査によると、7月に予定されている参議院選挙の結果、自民党と公明党の与党が過半数の議席を維持する方が良いと思うが、この 57% となりまして、思わないの 31% を上回りました。また参議院選挙の比例の投票先、自民党が 44% でトップ、日本維新の会が 10%、 立憲民主党が 8%、 公明党が 5% などと続いて、決めていないというのが 18% でした。自民党公明党の与党が過半数の議席を維持する方が良いと思うが 57%、 この数字いかがですか？まあ、これは内閣支持率に連動してます、はい、ね、政党支持率があれですよね、自民党 42% で、内閣支持率 63% でしょ、はい、ということはこれ合計するとですね、105% ですね、はい、これ青木率というんですけども、はい、青木幹雄さんというね、元の自民党のね、まあ、参議院 の重鎮ですけれども、青木さんが考えたですね、まあ、その内閣がその、まあ、選挙を打った時にどれぐらい議席取れるかという、ね、目安なんですけど、はい、内閣支持率プラス、政党支持率 100% 以上というのはですね、これ衆議院解散して選挙やったら300議席ぐらい取れるというのがもうかなり高い支持率なんで、まあ、そうすると参院選もこれ自民党有利ということですよね、であとポイントはね、立憲民主党が比例の投票先で2位に甘んじているというですね、そうですね、この現状ですね、全く評価されてないと、まあ、まあその通りなんですけどね、はい、はい、まあ、だから今のまんまいけば7月の参議院選挙は、まあ、岸圧勝で岸田政権がもう3年続くと、はい、あ、増税しそう、嫌な予感する。いやいや、そうですね、すげえ増税しそうな気がするんですけど、大丈夫かな、そこだけですね心配なのは、はい、増税するとは言ってないですけど、はい、しないとも言ってないの で、 そうです、ね、フリーハンドじゃないですか、はい、もうどっちかというと財務省寄りですからね、まあ、この後も出てきますけど、例の、ね、はい、安倍さんの日銀は子会社発言でね、はい、まあ、本当に言い訳にもならないですね、なんかその、まあ、ディスりがですね続いてるんですけれども、まあ、本当にあれは財務省がね、割と積極財政派 の、 安倍さんを牽制するためにね、はい、子会社発言こじらせるようにわざとね、鈴木大財務大臣パペットにして変なこと言わせたりとかしてるんですけど、まあ、そういうの見るにつけね、いや、この政権財務省の言いなりなんじゃないかっていうね、ちょっと嫌な予感がするので、そこだけはね払拭してほしいですよね、はい、内田さんにはね、はいはい、今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはテラアットマーク JOQR.net、 ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。おはようテラちゃん。時刻6時13分です。今朝のコメンテーターは経済評論家常念司さんです。ニュースピックアップ、こちら。読売新聞、北欧2カ国、フィンランドとスウェーデンが NATO 加盟申請。
フィンランドのニーニスト大統領とマリン首相は15日首都ヘルシンキで記者会見し、 NATO 北大西洋条約機構に加盟を申請すると正式に発表しました。スウェーデンの与党社会民主労働党も15日に会合を開いた上で NATO 加盟支持を表明しました。これによりフィンランドとスウェーデンが揃って加盟申請に踏み切る見通しとなったということです。フィンランドとスウェーデン連戦終結後 EU ヨーロッパ連合に加わりましたが、軍事的には中立の立場を取り NATO には加盟してきませんでした。両国が揃って NATO 加盟に踏み出したことでヨーロッパの安全保障は歴史的な転換期を迎えます。フィンランドとスウェーデン揃って NATO 加盟申請へ、これは常念さんどういうふうにご覧になりますか。はい、まずその両方ともですね、はい、この総理大臣ね、スウェーデン の与党は社会民主労働者党でしょ、はい、左翼政権でしょ、でマリン首相っていうのもですね、まあ、スウェーデン史上最大 の一番左の、はい、左翼政権と言われていたマリン首相なんですけど、はい、この二人がですね、軍隊のない平和な、スカンジナビア半島なんてことは言わずにですね、はい、思いっきり徴兵制とかやりながらですね、しかも軍事同盟にまで加入するというすごいでしょ、はい、左翼なのにめっちゃリアリストなんですよ、これがヨーロッパの本物の左翼です、はい、日本の左翼は偽物です。はい、軍隊のない平和の島とか言って沖縄のこと言ってますけれども、いやそんなことやったら攻めてくるからと、フィンランドとかね、まあ、そのスウェーデンというのはもともとね、まあ、逆にNATO に加盟することによってロシアを刺激するので、はい、なんで、自国はすげえ武装して、まあ、そのある種、まあ、広い意味での、ね、国際的なその集団安全保障の仕組みには入るけれども、NATO には加盟をしないと、まあ、でも EU には入るみたいな、そういうちょっとこう、はい、曖昧なスタンスを取ることによってロシアを刺激しないようにしてきたんですが、はい、ウクライナを見てですね、軍事同盟入ってこないとやっぱ攻めてくるのね、こいつらはというこの現実を知ってですね、政策を思いっきり転換したと、はい、いうことですよね。国境1300キロあるっていうんですからね。そうなんです、はい、でロシアとしてはですね、これでウクライナとフィンランド2正面になるので、はい、結構きついんですよね。はーはー、で早速メドベージェフっていうね前の大統領が核兵器による恫喝を始めましたよね、はい、ほらやっぱりそうかこいつらと、やっぱ加入しておいてよかったみたいな話ですよね、はい、めっちゃリアリストなんですよ。左翼なのにリアリストっていやすごいですすごいですね、っていうかこれが当たり前なんですよね、割とね、まあ、切実なわけですもんね。切実なわけですよ、でどっちかというとほらアメリカでバイデン政権左寄りですけど、まあ、結構ウクライナに対してね、はい、強い、ね、まあ支援を表明して実際やってるし、はい、でさらにロシアに対してもね、もうなんかプーチンが権力の座から、ね、もう引きずり下ろされるまでやるみたいなスタンスに変わってきましたよね、はい、この間オースティン国防長官がね、ウクライナ行ってそれに、まあロシアの弱体化を目指すんだみたいなことを言いましたけれども、はい、結構そういうことを言ってると、いうことなんで日本の左翼もですねもう転換点をとっくに超えてるんですが、まあ、未だにですね、なんか軍隊のいない平和な島みたいなわけわかんないこと言ってるんで、いやそれやると攻められるからと、ウクライナは軍隊弱いと思われて同盟もないから、だから攻められたんですよ、だから、フィンランドと、スウェーデンはね、軍隊強くして、かつ同盟を組むことでロシアに攻められないようにしようとしてるわけで、普通にリアリズムで考えたらまあそうなりますよね、なんでその視点がないのか謎だなと思いますけど、まあ、だから自分たちが変わらないんだけれども、だったら大丈夫じゃないってことなんですよね、じゃないってことですよね、武装すると攻撃されるという不思議なロジックがあるんですけど、左翼の間逆ですよね、武装してないからというか、弱いと思われたから攻撃されたわけですから、相手に弱いと思われないことってすごく大事なんです、はい、そうやって平和を実現していくわけですよ、リアリストはね。ただ一方 NATO の加盟国このトルコがですね懸念を示してるって言うんですね、フィンランドとスウェーデンの加盟に、はい、多分なんかクルド人 の反政府武装組織を応援してるんじゃないですかね、人権の面でね、トルコ結構ひどい人権弾圧してるので、はい、まあ、その関係があると思うんですけど、さあこれどうなるかね。そうですね、これリアリズムでですね、いやもうそういうの応援するのやめますみたいなことを言うかもしれない、これ前回一致じゃなきゃダメなわけですから ね、はい、トルコに配慮してなんかするかもしれないので、その辺見ものですね、はいはい、続いてはこちら、昨日の日経新聞、 G7 対ロシア制裁拡大、ドイツで開いた主要7カ国 G7 の外務大臣会合がおととい閉幕しました。公表した外務大臣声明では、ウクライナ侵攻を続けるロシアへの制裁を拡大し、経済的政治的圧力をさらに増強させると明記、ウクライナへの武器供提供など軍事防衛支援については必要な限り継続すると盛り込みました。
ロシアにはウクライナが農産物を輸出できるよう港湾などインフラへの攻撃を直ちに停止するよう要求、食料安全保障の脅威につながっていると非難しました。食料危機をこのに陥るのを避けるため途上国などへの追加資金の供与、これも決めたといいます。で、対ロシア制裁の具体策ではロシア産の石炭石油のこの輸入禁止に言及し、ロシアへのエネルギー依存を可能な限り早期に低減および終了させる取り組み、速やかに進めると確認しました。まあ、この G7 対ロシア制裁の拡大ということなんですが、この動きいかがですか。これね、まずね、ロシアのね、はい、やってることはどういうことかというと、ウクライナをですね、まあ、その亡き者にしようとしてるわけですよね。はい、でそのウクライナを亡き者にしようとしていることについて、もうアフリカ諸国の皆さんもね、もうインドとか、まあ、含むアジア諸国の皆さんも、ウクライナ脱きって関係ないですよねと。だから私たちも味方してください、はい、ね、で味方してくれたらウクライナ潰すんで、そしたら食料出しますから、はい、で皆さんにとってウクライナなくなってもどうでもいいじゃないですかみたいなロジックなんですよ、ロシアって、でそれは違うだろうっていうのが我々のロジックで、主権国家に対してお前何やってんだと、はい、いや関係ないとか言ってもさ、いや君らがそもそも食料止めたりとかね、そういうの武器に使うのよとおかしいだろうと、で逆に自由貿易でお前らメリット受けてね、ここまでロシア経済って良くなったのさ、はい、何考えてんのお前らはということで今制裁してるわけですよね、どっちのロジックが正しいか。で、まあ、リアリズムで考えたら、確かにね、あのオタク関係ないでしょっていうことになっちゃうんですけど、やっぱりね、国家というのは大義が必要ですよ、はい、ね、この民主主義とね、自由で開かれた社会というものに対する大義がなければやっぱ兵隊だって命をかけて戦わないでしょ、ロシアの兵隊脱走相次いでるってのはそういうことですよね、そういうことですよね、だから、まあ、そのね、チャイナもね、インドもね、よく考えてねということをまあ言ってるわけですよね、簡単に言うと、時刻6時19分です。時刻6時31分です。今朝のコメンテーターは経済評論家常念司さんです。ビットコインを世界で初めて法定通貨に採用した中米エルサルバドルがビットコイン投資によって大きな損失を被っているというニュースがあります。ブルームバーグの推計によるとビットコインが3月下旬からおよそ 40% 値下がりしたことでエルサルバドル政府が保有するビットコインの累積損失額$40,000,000およそ52億前後に達したといいます。ブケレ大統領のツイッターで、でのこの発表に基づくと、政府は去年9月に世界で初めてビットコインを法定通貨にしてから購入におよそ1億500万ドルを投じました。でビットコインは最初の購入時から 45% 下落し、このエルサルバドルが保有する2301ビットコインの価値およそ6600万ドルに低下しました。エルサルバドル 45% 低下だそうですね、はい、ビットコインがね、まあ、典型的な高値掴み、逆進ということじゃないですか、はい、まあ、大体こういうチャラいことするとですね、こういう目に遭うんですよ、ビットコインはコインにあらずと何度言えば分かるんだということですよね、はい、あの通常ですね、そのまあ1年で価値が半分になるような通貨っていうのは、例えばトルコリラとかですね、ね、あの、まあ、昔ギリシャがやってたギリシャドラクマとか ね、はい、ね、まあ、場合によってはジンバブエドルとかさ、まあ、そういうちょっとこう投資したら危ないような通貨あるでしょ、1年で 45% も下がる通貨っていうのはそういうね、まあ、いわゆるこうあの新興国の中でもリスクの高い通貨とあんまり変わらないんですよ、はい、でそれがまあ大暴落したということで、というかそれをですね、国家財政で一点買いしてるっていうところにですね、このブケレ大統領の愚かさというか、はあはあ、お前は何をやってるんだというのありますね、で、まあ、あの文字通り逆進になってしまったということで、まあ、こういうの見てね、あの世界のね、まあ指導者の皆さん真似しないようにした方がいいかなと思いますけどね、はい、でこの通貨ですね、仮想通貨関連のニュースではですね、先日韓国の仮想通貨ルナが1週間で 99% 以上下がるという衝撃的なニュースもありました。ルナは今年初め全体仮想通貨で時価総額10位圏内に入り、時価総額が400億ドル、およそ5兆1388億円に達していたということなのですが、そのルナが1週間で 99% 以上下がる、やっぱりこういうことがあるんですね。これはね、あのルナはね、はい、ちょっとポイントがあって、あのテラというですね、あの US テラという、まあ、あのステーブルコインなるものとですね、連動していたんですね。で US テラというのは、その、まあ、1テラ、1 US テラをですね、はい、必ずですね、1ドル分のルナと交換できるっていう、まあ、固定相場だったんですよ、はい、でそのルナの方の時価総額の方が大きかったんで、そのうちはですね、まあ、一応これ固定相場機能したんですけど、普通に考えたらね、 US テラがちょっと値下がりして、はい、0.9 ドルとかになると、ルナに変えた瞬間に10セント儲かるじゃないですか、はい、
だからそこで最低取引、はい、アービトラージっていうのを働いて、もう大量にですね、US テラをですね、はい、売ってですねルナに交換し、そのルナを今度は、ドル転するというですね動きが、まあ3点アービトラージみたいなことが起こって、でそれでですねルナがまあ、 金あるうちは良かったんですけど、はい、ドルに交換できないってなった時にもうこれ無理じゃないかということで、まあ一気に暴落したんですよね、はい、でこれって実はまあ東南アジアとか南米でよくあった通貨危機と全く同じで、ドルとペッグした固定相場が崩壊する過程と全く同じことやってるんですよ。でつまりこのルナを作った人ね、まあなんか韓国人の天才プログラマーがやったらしいんですけど、おそらくテック系の俺は何でも知ってる系のやつだったと思うんです、はい、でもね俺は何でも知ってるっていう人ね意外と知らないこといっぱいあるんですよ、おそらく経済史には詳しくなかったんでしょうね、はあはあ、うん、で、その固定相場性の持つその、まあ問題点っていうのは、まあ、経済でね経済史をちょっとまあ紐解けば、ね、それこそ私とか田中秀富先生聞いてもらえばこんな話はすぐできるんですけど、まあ、そういう簡単なものも確認せずにね、はい、経済なんか語ってるやつアホだと俺の方が頭いいみたいに思ってやったら、そしたらそこの罠に思いっきりハマってしまったみたいな、これありがちなんです、俺は何でも知ってるってやつは気をつけてください皆さん、はい、はい、となるとこれ今後ルナどうなるんですか、ね、もうダメじゃないですか、誰も買わないでしょこんなの、だってもうこの仕組み自体が破綻してるんですよ、もう最初にこのセッティングをやったのそのステーブルってやった時点で、常にこういう危険性ね、固定相場っていうのは常にこういう危険性をはらんでるっていうことを皆さんね、ぜひ私の本なんか読んでね、勉強していただければと思います、はい、また後ほどお話を聞きます。時刻6時40分です。今朝のコメンテーターは経済評論家常念司さんです。今朝もいろいろニュースが入ってきています。読売新聞から、沖縄は昨日1972年の本土復帰から50年を迎え、沖縄と東京の2つの会場を中継で結んで記念式典が行われました。岸田総理式辞で、沖縄の潜在力を最大限に引き出し強い沖縄経済を実現するとして、沖縄振興に継続して取り組む考えを示しました。また沖縄に全国のアメリカ軍の専用施設や区域の7割が集中する現状を踏まえ、日米同盟の抑止力を維持しながらも基地負担軽減の目に見える成果を一つ一つ着実に積み上げていくとも話しました。一方、沖縄県の玉城知事は式辞で、復帰にあたって県と政府が共有した沖縄を平和の島とするという目標が達成されていないと指摘、県民は過重なこの基地負担を強いられ続けていると、こういうふうにして、本土復帰のこの意義と恒久平和の重要性について国民全体の認識の共有を図ってほしいと政府に求めました。本土復帰から50年が経った沖縄の現状なんですけれども、ジョネさん、これはどうご覧になりますか。いや、今回ウクライナ侵攻というね、この現実を前にしてですね、はい、玉城さんがですね、はい、まあ、こんな見識のないことを言うというのは非常に驚きですね。ウクライナがなんで攻撃されたかを考えてください、はい、なぜ戦争になったかと、ウクライナがね、はい、それはアメリカ軍の基地がなかったからでしょ、うん、アメリカともしウクライナが同盟を組んでいて、もしウクライナを攻撃すればアメリカが参戦する可能性があるとなれば、ロシアは攻撃しなかったわけですよね、今そういう現実を前にして、基地がなくなれば平和になるみたいな逆のことを言ってるわけでしょ、玉城さん。全く玉城さんの知識ってアップデートされていないと、結局武装すると攻撃されるという謎ロジックは嘘だったってことは分かったわけじゃないですか、現実でね、はい、今そういう現実が目の前にあるわけでしょ、その現実を目の前にしてもそれを認めたくないと、アメリカ軍さえ出ていけば平和になるみたいな、デタラメじゃないですかこんなこと、これをね50年の式典で言うっていうのはね、玉城さん本当に平和実現する気があるのかと、はい、見識疑いますね、恐ろしいこと言うなと思いましたよ、はい、はい。で、沖縄県の玉城知事は昨日ですね、2031年度までの10年間の沖縄振興計画、新沖縄21世紀ビジョン基本計画、これを決定し岸田総理に提出しました。計画は富裕層の取り込みや滞在日数の延長などによる沖縄観光の変革が柱の一つです。また東アジアの中心に位置する地理的優位性を生かし、国際物流の拠点、この形成も進めるといいます。これらの取り組みによって全国最低水準が続く一人当たりの県民所得、2020年度比で4割近く増えるとしています。まあ、この新たな沖縄振興計画ですが、これいかがでしょうか。これね、沖縄がね今陥っているその問題というのは、はい、沖縄以外のね地方が陥っている問題と全く同じです、補助金頼み、はい、もう補助金がな
ないと何もできない、うん、もう補助金という麻薬にも中毒患者のようになってしまってる。これ沖縄だけじゃないんです、はい、全国でこういうね、自治体がいっぱいあるの、でたまたま沖縄はその補助金のネタが基地だったってだけで、はい、同じことやってます、うん、別にこれをね原発をネタにした補助金でやってる自治体もあるし、他にもいっぱいあるんですよ、そういうところが、はい、やっぱりねこの地方創生のあり方そのものをねもう一回考えなきゃダメですよね、稼げる地方にしなければいつまでも自立できないですから、はい、結局ね強い経済を実現とかね岸田さん言っても、たくさん補助金出しますっていう意味にしかなってないでしょ、はあはあ、これじゃダメなんですよね、むしろやるべきは規制緩和とかの方なので、まあ、沖縄はその地理的優位性確かにあるのでね、生かしてもらいたいですけど、ただ、はい、アジアの物流の拠点になってしまったらねますます強力な軍隊で守らないと大変なことになりますよ、はい、大混乱しますからね全世界が ね、まあ、そういうふうに私は思いますけどね、はい、はい。さあそれではここからはですね、常念さんにこのテーマで話を聞きます。上場企業の最終利益4年ぶりに過去最高を更新の見通し。東京証券取引所に上場する企業の今年3月期決算の発表が先週金曜日ピークを迎えました。旧東証一部企業の最終利益の合計およそ33兆円と4年ぶりに過去最高を更新する見通しとなっています。SMBC 日興証券の集計によるとプライム市場などへの再編前の旧東証一部企業のうち毎週木曜日先週木曜日12日までに決算を発表した824社の最終利益は前の期に比べて 89.6% 増のおよそ28兆円でした。今後決算を発表する企業の業績予想を加えますと最終利益の合計は旧東証一部企業1322社で 67.6% 増のおよそ33兆円となる見通しです。世界経済の持ち直しで輸出が増加したこと、円安が追い風となったことということなんですね。ジョンデさん、こちらはどうご覧になりますか。おかしいですね、新聞は悪い円安って書いてたんですけど、はい、円安追い風なんですか、悪かったのに追い風なんですか、悪い追い風なんですか。もう意味わかんないんですけど、悪い円安だったら向かい風にならなきゃいけないですよね、はい、なぜ追い風なんでしょうね、企業にとっては ねこれ何言ってんですかね、この人たちね。悪い円安って何だったの、あれだけ騒いだのにさって思いません、はい、だからバカなことを言うなとこの番組でもずっと言ってきたんですけど、はい、まあこういうことですよ、為替レートにですね、いいも悪いもないんです、はい、メリットもあるしデメリットもあると以上なんですけど、はい、今の日本の状況においてはですね、円安の方がメリット大きいんですよ、だその結果がこのね企業の、最終利益過去最高33兆円ですよ、はい、過去最高33兆円、しかもですよ、旧東証一部1322社合計でですね、はい、67.6% 増ということで、考えられないような、はい、ね、まあ、増収でしょ、増収増益なわけでしょ、すごいですよね、はい、これまさに円安の追い風、受けてこういうことになったということで、まあ、株価もまあ当然ねこういうの前提にして修正入ってくると思いますので、はい、まあ、株価上がるんじゃないですか、まあ、でもそんな俺が上がるっていうと下がるかもしれないんでやめときますけど、まあ、先週の金曜日も上がってましたからね。そうですね、まあ、まあこれ以上あんま下がるってことはね、ドカンと下がることはあんまないかなと思うんですが、はい、まあこういうことですよね、円安がだからその悪い悪いってね、まあ、林立ててた新聞はですね、何のそのまあ訂正も反省も説明もしないでね、こういうことをしれっと書いてくるので気をつけてねということですね、はいはい、で業績がいい企業を見ると、例えば三菱商事など大手の商社の5社はですね、全社で最終利益過去最高更新です。コロナ禍からの景気回復で鉄鉱石とか石炭はじめとする資源の需要が高まりました。でこれらの権益を持つ大手商社の業績が良かったと。また物流の活発化で海運の業界もですね、大手3社が揃って過去最高益。製造業ではアメリカや中国で電動車の販売が好調だった自動車、鉄鋼の需要が伸びた製鉄、こういったところの好業績が目立っています。まあ、業績良かった企業ってのはこういう感じなんですね。まあ、パッと見ですね、はい、オールドエコノミーですね。はあ、そうですね、1980年代に就職ランキングで上位を占めたようなところが言ってますね、はい、唯一入ってないのは銀行だけです、ね、はい、銀行これからかなって感じですけどね、どうでしょう ね、 ね1980年代、まあ、90年代の前半ぐらいはまだ80年代の、色濃くね、80年代を、はい、色濃く残していたんで、私もね、はい、93年に社会人になったんですけど、はい、銀行なんか最初間違えて入っちゃったんですけどね、間違えましたか、まさか、まさかその時にもう潰れそうになってるとは気づきませんでしたけどね、はい、はい、まあまあそんな感じですけど、はい、で、まあ、最終利益が過去最高更新する企業ある一方で、電気ガス
大手最終利益は 70.7% 減、大幅な減益です。まあ、これは原油天然ガスの高騰が原因ということ。あと食品業界増益だったんですが、直近の1月から3月は直前の3ヶ月に比べ 40% 超の減益となりました。まあ、これ食料価格の高騰、円安による原材料の輸入価格の上昇、これで値上げが相次いでいるためということですね。まあこういう伸び悩んでいるところもあれば業績厳しいところもある。そうですね。まあ、輸入産業きつくて、はい、まあ、価格転嫁が進んでないっていうことだし、はい、あとね、もう一個ね、食品はね、あのコロナ禍の時にはね、はい、もうデリバリーとかすごかったじゃないですか。今だいぶデリバリーやめてる店増えてません？あ、そうですね、うちやってませんみたいなのありますね。ですよね。私これは私事で本当恐縮なんですけど、はい、あのかつてね、このマンボウの前の緊急事態宣言時代はですね、もう私あの出前館のね、はい、ゴッド会員だったんですよ。そうですか。頼みまくって、もう事務所でも飯っていうと外食いけないから、じゃもう出前館頼もうとか言って、はい、出前館頼みまくって俺ゴッド会員だったんですけど、この間久しぶりに、あの出前館のページ開けてみたら、はい、俺ブロンズ会員まで落ちてました。ああ、そうだからゴッドから利用回数が減ったってことなんで、利用回数減っちゃってブロンズ会員になってましたんで、はい、ちょっとねそういう意味ではね、だからもうどこも行けないから食品みたいな感じで、まあデリバリーとかそういうの言ってたのが、まあ外食は逆にこれで良くなってくるんじゃないかなと思ってね、期待はしてますけどね、はい。さてこうした中ですね、今週金曜日20日4月の全国消費者物価指数が公表されます。4月の消費者物価指数大幅に上昇する可能性が高く、 2% 程度の伸びとなる可能性もあるというふうに見られてるんですが、ジョネさんこのあたりどうですか？これはね、もともと携帯電話のね、料金値下げの、まあその下方バイアスっていうんですかね、料金値下げ前の、料金と値下げ後の料金を比較するというですね、ちょっと変な時期がですね、去年の、まあ、4月から今年の3月まで続いたんですよ、でこの4月になって、値下げした後の料金と値下げした後の料金を比較するっていう、まあ、普通の比較に変わるので、はい、その分がまあ剥落して、はい、まあ、ちょっと上がったように見えるんですけど、実際にはもう先月から上がってんですよ、特殊要因があったから、低く出てただけで、もともとはまあ上がってるんで、あんまり驚かないでくださいというふうに言いたいですね、はい。で日本銀行の黒田総裁です。先週金曜日内外情勢調査会で講演し、消費者物価に関して目先 2% 程度まで上昇率が高まるが、エネルギー価格の高騰が主導であり持続力を欠くと分析、 2% を超える高い伸び率は一時的という見方を示しました。その上で強力な金融緩和により感染症の影響からの景気回復を支えることが必要だと話しています。また黒田総裁先週金曜日の衆議院財務金融委員会では、金利を上げると景気が悪くなり銀行の貸し出し量が減ると銀行の収益は必ずしも増大しないと話しました。この黒田総裁の見解、ジョネさんいかがでしょう？もう黒田総裁のおっしゃる通りです、はい、全くもってもう何も付け足すことも、はい、それから差し引く必要もない、まさにですね、エネルギー価格の上昇がですね物価上昇を引っ張ってるっていうのは、これはね発言は要はねコア CPI を見て言ってるんですよね、はい、要はエネルギーを除く、はい、エネルギーじゃなくて生鮮品だけ除いたコア CPI っていうのがあるんですけど、はい、どうも日銀はコア CPI 見てるみたいだと、でそれが 2% 超えても一時的なので、はい、ここで一時的に 2% 超えたからって金融引き締めに転じたら、はい、この後エネルギー価格が下がった時にデフレになっちゃうでしょと、デフレになった方がデメリット大きいから、そんなことしない方がいいんだと、でさらに言うとその金利上げたらね銀行収益増えるじゃねえかとかアホなこと言う人いますけど、結果的にね貸し出し量が減ったら収益減るんだから、そんなバカなことはしませんよというふうに言ってるわけですね、はい。まあ、日銀例えばね、自民党の安倍元総理の日銀に関する発言、まあ、日銀は子会社、政府の子会社という発言、合ってるじゃないですか、何も問題ないですよ、鈴木財務大臣がね、会社法でいうところの子会社には当たらないって言ってます、当たり前じゃんそんなこと、私もいくつかの会社の株主やってますけど、常念司はじゃあ会社法における親会社なんですかって言ったら、そんなことないですよ、俺は個人ですから、それと同じこと言ってますから、日銀法っていうのは別に会社法で設立された組織じゃないから、会社法の子会社になるわけねえだろうと、お前何言ってんだ鈴木って話です。はい、ニュース最前線でした。おはようテラちゃん、時刻6時54分です。今朝のコメンテーターは経済評論家常念司さんです。日経新聞から、北朝鮮の朝鮮中央通信15日、新型コロナウイルスの感染が疑われる新たな発熱者が13日夜以降の1日でおよそ29万6180人に上ったと報じました。15人が死亡、死者は累計で42人となりました。
国家非常防疫司令部の集計によると4月末から 5月14日、午後6時までに発熱した人の総数が82万620人余り、このうちおよそ32万4550人が治療中だといいます。日経新聞は検査や治療の体制が整っておらず指導部の切迫した状況がうかがえる、こういうふうに伝えています。北朝鮮で新型コロナウイルスの感染が疑われる発熱者急増なんですけどもね、はい、発表をしてからどんどん増えてきますね。そうですね、これもっと多いかもしれませんね、はい、キム・ジョンウン君にね、僕がアドバイスするとしたらね、もう簡単ですよ、これ一瞬で終わる方法ありますよ、はい、総書記に、はい、うん、核放棄したらいいんですか、はい、核放棄して、もうちょっとその韓国に対する敵対的な姿勢も改めますと、はい、それから国民を抑圧する体制もやめて、はい、あと拉致被害者もすいませんでしたも全部返すんで、はい、食料援助お願いしますと頭を下げればああいいですよってみんなやってくれるんですけど、それを朝鮮中央放送みたいな調子で ね、はい、ね、そのなんか南傀儡政権がなんとかとか言ってこうなんか上から目線やってるから、それは誰も助けてくれませんねってだけの話じゃないですか、はい、あんなことやめたらいいんですよ、意味ないですから。だから逆に言うとこの救いの手も断ったりしますしね、はい、あ、そうですね、だってチャイナがワクチンくれるって言ったの断ったんでしょ、まあ聞かないからと思うんですけどね、それはいろんな理由があるんでしょうけどね、北朝鮮すら断さられるチャイナのワクチンっていう感じなんですけど、はい、はい、で北朝鮮が感染者ではなく発熱者の数を伝えているのは PCR 検査などで感染を判定することが難しいためとみられ、日経新聞、医療の脆弱さも浮き彫りだというふうに指摘しています。で国家非常防疫司令部は14日の会議で大部分の場合科学的な治療方法が分からず薬物の過多服用、多すぎるってことですね、過多服用をはじめ過失による人命被害を招いた、こういうふうに報告をしていると。で防疫当局、市民に正しい治療をすれば短期間で全快できると理解させる宣伝事業を展開しています。そして朝鮮労働党の機関紙労働新聞は発熱の際の対処法として柳の葉を煎じて1日3回飲む、塩水で口をよく注ぐといった民間療法を奨励しているといいます。労働新聞が民間療法を奨励というのはこれはもう終わってます ね、うん、柳の葉はよくわかんないですけど、はい、うがいはした方がいいかもしれませんね、塩水でね口を、効くかどうかわかんないですけど、ただ塩があるのかっていう問題がありますけどね、北朝鮮の場合ね、はい、はい、で今度は読売新聞なんですが、北朝鮮の北西部のヨンビョンの核施設で1990年代に凍結した原子炉の建設再開させた兆候があることがアメリカの専門家らによる衛星の画像の分析で明らかになりました。完成すれば核兵器の原料になるプルトニウムの生産能力が大幅に増強される可能性があるということです。この北朝鮮のこの核開発の動き、これも出てきた感がありますね。これもね、だから北朝鮮がエネルギー足らないっていうんだったら、はい、軽水炉をね、提供してね、はい、でもちろん IAEA 監視しながらということでやれますよってことも言ってるのに、彼らはこうやってね国際社会に背を向けてこういうことをやるわけですから、はい、だからコロナでねこんなひどいことになっても誰も助けてくれないという状況に自分で自分を追い込んでますよね、はい、もう国民は本当に迷惑してますよね、よくこれのこの体制ね70年も耐えてるなと思いますけどね、はい、はい、だからね、これはもうラジオ機の方もご存知かと思いますけれども、それこそもう隣同士で監視し合ったりだとか、そういうシステムが出来上がっちゃってるのかどうかですね。ちょっとそういう意味ではですね、はい、通常だったら耐えられないぐらいのものすごい負荷が国民にかかっているわけですが、はい、このコロナでねそれが爆発するかどうかね、ちょっとねいくらなんでも独裁者は人数は少ないですから、はい、全員が歯向かったらやっぱり政権は維持できないですから、ね、その辺どうなるかというのは見ものですけどね。でも今後のこの金正恩総書記のこのコロナに対する動きなんですが、これ中国と同じでゼロコロナを目指すって言ってるんですよ ね、要はワクチンもないのでロックダウンしてもう行動制限する以外ないですから、はい、ワクチンがないからっていう理由ですね。もうどうにもなんないですよ、治療薬もないしワクチンもないので、民間療法に頼るかみたいな話ですよね、はい、だから相当厳しい状況に追い込まれてるのかなと思いますけど ね、はい、でも一方では先ほど伝お伝えしたようにミサイルの発射実験はやるし、この核開発もどうも動きが見えてきたみたいなことをやるわけですからね、はいはい、でもないですね本当に ね、はい、だってこの前で15回目でしたっけミサイル、はいね、もう今季ホームランを確実という感じ、いやもう、ね、情勢ですけどね、本当でも笑ってらんなくて、はい、短距離だったでしょこの前のも、本当ですよ、恐ろしいやつですから、この短距離といえば韓国、はい、あと日本も
日本はどうかな、届くかなってところですけどね、まあ、韓国を攻撃するためにミサイルですね。今のまあ核兵器も基本的には韓国にしか届かないと考えて、まあ、いいと思うんですけどね、小型化にはまだ成功してないんでね、はい、はい、でもこれからだってまだまだやってくる、やってくる可能性あります。これで我々も感覚麻痺しちゃダメですよね。そうですね、いやだから韓国もまあ政権交代があったんでね、これを機にですね、あんまり北朝鮮との融和政策でもちょっとね慎重になっていただかないと厳しいなと思いますね。はい、まもなく7時です。今朝のコメンテーターは経済評論家常念司さんです。産経新聞から、生活に身近な商品の値上げラッシュが止まらないという記事、食品や外食で値上げ表明が続出しているほか、他の分野にも同様の動きが広がっています。回転寿司チェーンスシローを展開するフード&ライフカンパニーズは9日に値上げを発表。一皿の最低価格、最も安い郊外型店舗で110円から120円に上がり、創業以来守ってきた税抜き一皿100円、これは姿を消します。でハウス食品は11日、主力のバーモントカレーを含む家庭用と業務用のカレールー、あとレトルト製品など479品目を8月15日納品分からおよそ 5% そしてから 10% ですね、値上げすると発表しました。食品外食以外を見ると、ソニーグループが国内向けの家電製品の出荷価格、これを引き上げたほか、日本航空エコノミークラスの普通運賃などを値上げしました。近鉄グループホールディングス傘下の近畿日本鉄道は27年据え置いていたこの運賃の改定、国土交通省に申請中です。まあ、こういうふうに値上げラッシュですね、いかがですか、ジョネさん。いや、まあやっとデフレが終わりそうなんじゃないですか、はい、でこれなんで値上げするかというと、はい、あの仕入れ値が上がってるからですよね。いろんな原材料費が上がって、はい、で人件費を圧迫し始めているので、はい、まあ、少なくとも雇用を確保するためには値上げをせざるを得ないという状況です。はい、でこの状況をね、最終的には賃上げにつなげるにはどうすればいいかというと、はい、今のままですね、政府が余計なことをしないというのが大事です。あ、余計なことをしない、余計なことをしたらこれ賃上げまでいきませんから、はい、あのよくあるのはですね、ここでね財政危機だとかまたねわけわかんないこと始まって、財政危機も何もないんですよ、はい、バランスシート見ろって話なんですけど、財政危機だって始まって増税なんかしちゃって、このね、あの企業の売り上げをね冷やしちゃうようなことをやると、ああやっぱりね、日本政府はちょっと調子よくなるとすぐ引き締めするんだと、これじゃ給料上げらんねえなと、はい、あの業績悪くなった時にね、あの給料なんか上げちゃうともう上げた給料払い切んないからってなっちゃうので、はい、やっぱりね、あのこのまま景気が過熱して人手不足でやばいって思わせないとですね、企業経営者はねお給料上げないんですよ、はい、あの他と競争して人取れなくなるから給料上げるんであってね、競争が起こらなかったら賃金の、はい、給料上げないですから、賃金の競争が起こってくるまで、まあこのね何もしないでね、はい、できれば増税もせずに金融引き締めもせずに、まあ、耐えること、まあ、つまり物価上昇率が 2% を安定的に超えてくるまでは何もしないと、はい、今の政策を続けると、政府もだから日銀に強調してね、物価目標達成に努力するということが大事なんですが、はい、まあこれができるかどうかね、まあ、岸田さんね、なんかもうただでさえ増税しそうな雰囲気全開なんで、はい、まあ大丈夫かなと思うんですけどね。これだから値上げで耐えられる人はいいんですけど、所得のね特に低い方なんていうのはね、そうですよね、耐えられないでしょ、だから今必要なのは消費税の減税、はい、そうですね、そうですよ、そうです、ね、消費税減税すれば、だって消費税ってのは逆進性があってね、はい、所得の低いほど負担が重いんでしょ、はい、逆に言うとじゃあその逆進性の逆ですから、はい、減税したら所得の低い人ほど効果が高いんでしょ、はい、減税効果高いんでしょ、今こそ消費税減税なんですけど、全然そういう話ないじゃないですか、はい、岸氏は補助金配るの一生懸命なんですけど、補助金配るって財源出てくるんですよ突然、はい、だけど減税するって言うと財源ないって言うんですよ、お前どっちなんだと、補助金の財源で減税すればいいじゃんって普通思いますよね、今絶対必要なのは消費税の減税なんですよ、はい、もしやるとしたらね、このあのまあだから値上げでみんな困ってますと、貧しい人がとか言うんだったら消費税減税すればいいじゃん、はい、っていうのに、あの岸氏はすぐにですね、あの所得の低い人になんか補助金をみたいな話になって、はい、いやそういう面倒くさいことしないで減税しちゃえばいいじゃんと、すぐできるしと思うんですけど、何なんでしょうねと思うんですよね、ね、はい、続いては読売新聞です。経営再建中の音響ホームエンターテインメントが13日大阪地裁に自己破産を申請し、13日付で破産手続きの開始決定を受けたと発表しました。負債総額およそ31億円、かつては高級音響機器を手掛けオーディオブームを支えましたが、スマートフォンの普及による市場の変化に対応しきれなかったということです。音響1946年、松下電機産業の技術者らが独立して創業しました。で音質にこだわったスピーカー、あとミニコンポを市場に送り出して日本を代表するブランドに成長しました。海外でも
も高い知名度を誇っていました。で、2000年代に入るとスマートフォンで音楽や動画を楽しむ人が増え業績悪化、去年3月期には2期連続の債務超過に陥り、去年8月上場廃止となりました。このソニオの家庭用 AV ですね、この機器事業を音響とか映像ですね、シャープとアメリカの音響機器大手のボックスに売却し再建を進めていましたが、今年3月には主要子会社2社も自己破産を申請、実質的な事業はなくなり資金繰りが悪化していました。音響自己破産ですか、これはどういう印象ですか。もう時代です ね、 そうですね、大きいコンポで家で聞くっていうよりは、ね、もうみんなね Bluetooth スピーカーとかちっちゃいやつでね、はい、持ち運んでいろんなところで聞くみたいな時代になっちゃったんで、それに対応しなかったら、潰れてしまったということだと思いますね。もうちょっと頑張ればね、またこのハードウェアの時代俺は来ると思ってるんですけど、ちょっと頑張りきれませんでしたね。今ね、その一時この聞くのでもアナログ系ってのは廃れましたけど、またここに来て何かこう見直されてる部分ありますもんね。やっぱりなんか普通のレコードとかの方が実際に音がいいんですよね。デジタルではこうカットされちゃう音が出てるんですよね、人間には聞こえない帯域の音がね、それがなんかこう影響を与えるっていうのことも言われてますけどね、今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはtera@joqr.net、 ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。時刻7時13分です。今朝のコメンテーターは経済評論家常念司さんです。ニュースピックアップ、今度はこちら。読売新聞、ウクライナ軍ハルキウ州の要衝で反撃へ。アメリカの政策研究機関戦争研究所は14日、ウクライナ軍が東部ハルキウ州の要衝イジュームからロシア軍を追い出すための反撃を行う可能性が高いとする分析を示しました。ロシア軍はイジュームをドネツク州に、北の方から進撃し、そして制圧地域の拡大を図るための拠点としてきました。ハルキウ州の知事は14日、ウクライナ軍がイジュームに向けて反撃に転じたと明かしました。ハルキウ市内からロシア軍を押し戻したとみられるウクライナ軍は、南方のイジュームに向けても反転攻勢に出ている可能性があります。ウクライナ軍がハルキウ州のこの要衝イジュームで反転攻勢というこういう情報もあるんですが、ジョネさん、この反転してきたこれね、最新情報をお伝えするとね、もうやっぱりね、読売新聞遅いですね。私いつも YouTube で最新情報言ってるんですけど、まずハルキウという町がどこにあるか、ウクライナ第二の都市で、ロシアとですね、だいたい40キロぐらいしか離れてない、結構ね、東部のですね、北の方にある町ですね。で、ハルキウの北にはですね、ハルキウ市ですね、州じゃなくて、ハルキウ市の北にはベルドルゴというね、ロシアの補給拠点になっている町がありまして、このベルドルゴ州との国境まで、ハルキウの市内からですね、だいたい39キロしかないと言われてるんですが、このハルキウはね、今まで包囲されたんです、ロシア軍に。でこれを、まずウクライナ軍が全部駆逐しまして、つい先ほど入った情報によるとですね、もう国境まで到達したと、ウクライナ軍が。ウクライナ軍が一部がね、一部も国境まで到達したんで、おそらく他の軍も国境まで、全部ロシア軍を押し返すでしょうと。で最後国境付近でね、頑張ってるロシア軍の部隊というのは実はロシア人じゃないんです。違うんですか。ルジン教ドジン教っていうほらウクライナのほら、ルガンスクとかドネツクから、一応ほらね、鍵括弧独立、鍵括弧独立した、いわゆるこうプロクシーアーミーというんですけれどもね、要は傀儡政府の、軍隊たちで、彼らはですね、ロシア軍が撤退するのと一緒にね、戻ろうとしたんです、ロシア国内に、補給基地まで。そしたら、国境でですね、ロシア軍に止められて、お前らは最後までここで戦えと、ウクライナ軍の追撃来るけど、俺たちお前らは人柱なんだと、俺ら逃げるからお前らここで戦えっつって言って、戦わされてるんですよ。むちゃくちゃでしょ。だ結局だからロシアに降伏するとそういうことをやらされるんですよ。だから降伏なんかしたらダメなんですけどね。でまずハルキウの周りから全部追い出しました、で次にこのイジュームという町はですね、ハルキウ州にある町なんですが、そのハルキウのですね、南東方面にある町なんですね、南の右下みたいなところですね、右下の方にある町なんです、で今このイジュームという町が、ロシア軍に占拠されているんですが、イジュームの、町自体がですね、今今度ウクライナ軍に逆包囲されそうなんですよ、あとちょっとで、でその逆包囲を突破しようとしてロシア軍が何度も攻撃を仕掛けてるんですが、ほぼ全部失敗、フルボッコです、なんかねウクライナ軍の砲撃がね、いやすごいみたいなんですよ。昨日これちょっと私のメルマガに書いたんですけど、なんかねウーバーの配達システムみたいなやつを使
ってるらしいです。どういうことですかそれは。ウーバーの配達って要はその、何々市何々町何番地に何時何分にお届けお願いしますってやるじゃないですか、はい、あんなようなソフトがあって、でそれでその空いてる運転手にこう連絡すると、はい、俺行きますみたいになるじゃないですか、それを空いてる砲撃手に連絡すると、はい、はい、俺撃てますっていうのがゴーンって映るらしいんですよ。だ目標は決まってると。目標だからもう探して見つけると、ドローンとかで見つけると、はい、はい、何番地とか言って情報入ると5分後ぐらいにはもういきなり撃ってくるらしいんですね。これアメリカ軍より早いらしいんですよ。アメリカ軍はね今ね、あのそのほら誤爆でいろいろ問題になっちゃって、はい、これ大丈夫かっていう手続きがいろいろあってですね、今情報もらってから撃つまで2時間ぐらいかかると言われてるんですけど、はい、ウクライナ軍5分で撃ってくるらしいんですね、なんでもうロシア軍フルボッコでね、はい、実際にあの、まあ、あのセベロドネツクというところでね、渡河作戦に、まあ、はい、あのロシア軍がね、川渡ろうとしたところ、はい、20分間集中砲撃食らってですね、73台、車両全滅、はい、もうフルボッコになったのがこれもあの衛星写真でも確認されましたよね、まあ、ロシアフレンズはねこれやられたのはウクライナ軍だとか言って強弁してるんですけど、全部 Z マーク書いてあるんですよね、はい、やられてから Z マーク書きに行ったんですかね、でもこれウクライナ軍がもしやられてるとしたらその支配地域はロシアの支配地域になってるので、はい、ウクライナ軍が後から行って Z マーク書き加えることは多分できないと思うんですけど、これどういうことなのかね、説明を要求したいなとロシアンフレンズには思うんですけど、はい、まあ、今そんな状態にはありますね、はいはい、でイギリス国防省ですが15日ウクライナ東部ドンバス地方へのロシア軍の侵攻が勢いを失い予定より大幅に遅れている、こういう分析を公表しました。2月の侵攻開始から地上戦力の3分の1を失ったと指摘、士気や戦闘効率が低下しているとして速やかな回復は不可能だという見方を示しています。ロシア軍が勢いを失っているという分析ですね、これはね、まあ、これはね、あの地元のメディアから出ているそのロシア軍がその、まあ戦闘を拒否してですね、みんなもう国に帰っちゃうというニュース、まあ、すごい相次いでますけれども、まあ、こういうのと整合してますよね、はい、あのニュースってやっぱこういうふうに整合しないと、うん、あの結構フェイクなんですよ、でロシアンフレンズが流すあのなんかいろんな情報って全然整合してないんですよね、だからみんな雑だって今言ってるんですけど、でそういうのを拡散してる人たちも自分たちが整合してないってい う, もう意識はもうどっかぶっ飛んでるみたいですね、だから何を考えてこういうことやってるのかなと、むしろその整合してないことによって嘘言ってるっていうことをみんなにもあの強調しちゃってるような感じなんですけれども、まあ、プロパガンダに協力させられてるんでしょうね、何らかの理由でね、はい、でも今のニュースだけ切り取れば、はい、あなんかこうウクライナに分が出てきた、出てますよ。だからイギリス軍はもう今年中に勝てるとか言ってますからね。そうですか、はい、アメリカは非常に慎重な見方をしてるんですけど、はい、イギリスはね当初からね結構ウクライナいけるんじゃないかっていう見方してて、あのこうな西側諸国でもこれ割れてるんですよ意見が、はい、これが結構だからちゃんとしてるって証拠なんですよ、ロシアンフレンズは言ってること全部同じでしょ。でも西側諸国は見方ね、やっぱね、あのウクライナの当局の見方と、はい、イギリスの見方とアメリカの見方とこれ全然違うんですよ、やっぱそれぞれ、この辺がですねやっぱりその、まあ逆に信用できる証拠なのかなと私は思ってますけどね、はい、まあ、武器弾薬の供与、あとはね、はい、まあ、資金も援助してると、最近ね訓練までしてるんですよ。あ、そうですか。これがね夏にかけてね、この訓練した部隊が強力な武器持って入ってくるので、はい、ロシア軍どうすんだろうなと、クリミアから泳いで帰るみたいに言われてますよ、マジで、まあ、武器 もう新しいの来てますからね。武器も新しいの来てますし、あの M777 榴弾砲っていうのがね、相当強力な威力を発揮してるみたいですね、はい、はい、続いてはこちら、産経新聞、ODA 増額へ開発協力大綱を改定、中ロ念頭に外交強化。政府が途上国などへの対外支援の指針となる開発協力大綱を改定する方向で検討に入ったことが分かりました。ロシアのウクライナ侵攻ですとか、あと中国の覇権的な台頭、新型コロナウイルスの世界的流行などで国際情勢が激変する中、より戦略的に国際貢献を展開する必要があると判断したということです。また政府開発援助の ODA の予算の大幅な増額につなげる勢いもあると、狙いもあると、産経新聞は伝えています。まあ、こうした動きについて外務省の幹部は、ロシアのウクライナ侵攻や新型コロナウイルスの発生などで既存の国際秩序が大きく揺らいでいるとして、時代に即した開発協力の在り方を模索する段階に来ているという認識を示しているとのことです。開発協力大綱、これを改定して ODA 予算、政府開発援助の予算の増額につなげるということなんですが、この動きは常連さんいかがでしょう。まあ、チャイナにね、
資源外交とかね、はい、そういうのやられまくってきましたから、はい、まあこういうことやってもいいのかなと思いますよね。まあ、あの一応日本の ODA というのはですね、まあ、大体紐付きでですね、払った以上にまあリターンはちゃんと得ているので、まあ、日本のね、はい、今あの所得収支もずっと黒字じゃないですか、はい、まあ、こういうのもあるわけですけれども、まあ、あの日本としてはですね、今チャイナにその押されてますから、ね、負けないようにこういうことをやろうとしているのと、はい、外務省がですね、まあ、予算取れるのここしかないので頑張っているっていう面と、まあ、2つぐらいあるじゃないですか。そういう面もある。そういう面も結構大きいんじゃないかなと思いますけどね、はい。まあ、産経新聞によると政府高官は綺麗事だけで効果的な外交はできない、 ODA 予算の高多いか少ないかがこの日本の外交力に直結すると話しているということですね。はい、やっぱりこれやるのいいんですけどね、財源はどうするんでしょうね、はい、財務省はあの補助金配るときは財源があると言ってですね、減税するときはないと言うんですけど、ODA ではあるっていうのかないっていうのか興味がありますね、どっちなんでしょうね。 ODA でもないって言いそうですね、防衛費のときもないとか言いそうじゃないですか、はい、だってあのなんか戦車はいらないジャベリン買いとかわけわかんないプレゼン資料作ってましたからね、そうでした、はい、だからまあそういうちょっと恐ろしいあのまあなんですか、国益よりもね省益みたいなね財務省が立ちはだかってるので、はい、さあ外務省どこまで戦えるかね見ものだなと思います、まあ、私これやった方がいいと思います。はい、あのチャイナの資源外交みたいなのじゃなくて、やっぱりその民主主義とかね、人権とか自由で開かれた社会を、うん、まあ、作ろうとしている国は応援すると、そうじゃない国は応援しないということでやった方がいいし、まあ、これ場合によってはですね、アジア開発銀行なんかとね、はい、共同でね、あの債券で資金調達してやるっていう方法もありますので、やっぱり資本の論理がねちゃんと働かないで、こういう援助っていうのはあの援助付けになってね、はい、それこそ補助金付けでほらダメ経済みたいな、ね、日本の ね地方経済ダメになるみたいなと同じ話になっちゃうので、そうならないようにですね、きちんとあのね負債の規律働かせる必要あるかなと思いますけどね、はいはい。続いてはこちら、産経新聞、物価上昇率4月大台の 2% 台も。ウクライナ危機などを背景にした原材料価格の高騰で、総務省が20日発表する4月の全国消費者物価指数、変動の大きい生鮮食品を除く指数の上昇率が前の年の同じ月と比べ 2% の大台に乗る見通しです。で、 2% 台になるのは消費税の増税が物価を押し上げていた平成27年3月 2.2% 以来7年1ヶ月ぶりとなります。この日銀物価上昇率 2% の達成目標としていますけれども、改めて常根さん、この状況はどうですか。目先 2% 程度まで上昇率が高まるが、エネルギー価格の高騰が主導であり持続力を欠く、そんな感じです。それ誰ですか今の。黒田総裁のもの。そうですか。強力な金融緩和により感染症の影響から景気回復を支えることが必要だ。はい、はい、黒田総裁です。今乗り移ってきました。私に、はい、はい。金利を上げると景気が悪くなり、銀行の貸し出し量が減ると銀行の収益は必ずしも増大しない。はい、なので金融緩和続けますみたいな感じで、これでいいんじゃないですか。はい、はい、でこの上昇率がですね、一気に伸びるのが菅政権の肝入りで、去年から物価を押し下げてきた携帯電話の通信料金のこの引き下げ、この緩和が剥落する。これ先ほど常念さんもお話ありました、はい、で値上げに悩むこの家計の皮膚感覚に統計が追いつく形だとこういう表現してます。皮膚感覚は謎ですけどね、どうやってその皮膚感覚をお測りになられたんですか。やっぱりねみたいな感じなんですかこれ皮膚感覚。まあ、そう、一時的なエネルギー価格の高騰でね、あの上がっちゃうんですよ。でこれね、生鮮品を除く CPI、はい、コア CPI っていうんですけど、はい、これだとねちょっとねやっぱり微妙なんですよね、はい、あのエネルギー価格って結構変動が大きいでしょ、なので生鮮品とエネルギーを除いた、はい、あの物価指数のことを海外ではこれをコア CPI と呼んでるんですが、はい、日本はなぜかですねエネルギー除かないやつをコア CPI と呼んでいて、エネルギー除いたやつはですねコアコア CPI と呼んでるんですね、はい、でコアコア CPI はまだマイナスなんですよ、はい、でこれまああのプラス 1% ぐらい、まあ、おそらく今回ドーンと上がるので、0% は超えてくると思うんですけど、思うんですけど、それでもあのコアコア CPI は 2% 達してないので、あのコア CPI で 2%をですね、超えたからといってね直ちに金融引き締めに走るみたいなそういうバカなことはやる必要はないと思うし、実際に黒田さんもやらないと言ってるんですけど、まあ経済メディア並びにですね普通のメディアもですね、物価がーと日銀が金融緩和するから物価が上がってって、あの黒田さんをですねこうまあ理不尽に攻撃することになるだろうなと思うんで、皆さん良い子はねそういうあの間違った言説にはね、あの調子に乗ってですねマウントしないように、そういうの乗ってね黒田さんマウントみたいなねアホなことはしないようにしていただきたい。目先 2% 程度まで物価上昇率は高まるが、エネルギー価格の高騰が主導であり持続力を欠くというのがこれが現実ですから、はいはい、ね、エネルギー価格のその相場にね、金融政策が左右されてたらこれ国民の利益になりませんからね、ここね皆さんねよく考えてほしいなと思いますね、はい、はい。
と一体いつまで上がってんだみたいなね、まあ、おそらくねこれいろんな見方があるんですけど、一応まあ FRB の見方というかですね、はい、まあ、大方の市場コンセンサスは、年末ぐらいには原油価格下がってくるので、はい、落ち着くかなと、なんかあの今まで原油価格はね150ドルいってその後300ドルだとか威勢のいいこと言ってたんですけど、どうも最近しょんぼりしてますよね、はい、100ドル割りそうな勢いですよね、はい、まあ、何回か100ドル割りしてますけど、ね、ここ数日ね、はい、まあ、数週間ね、なんでまあエネルギー価格が落ち着くと、まあ、この仮初めの物価もですね、まあ、おそらく下がってくるので、それがあの本当の物価の実力なんで、そこを見ながら金融政策やらないといけないですね、はい、はい、まあ、そのあたりしっかり我々も冷静に考えておかなきゃいけないってことですね、これね、はいはい、続いてはこちら、産経新聞、再生エネ電気に産地証明、電気を売り買いする日本卸電力取引所、こちらがですね2023年度をめどに再生可能エネルギー由来の電気 がどこで作られたのかを示す産地証明、この取引を始めます。でこの日本では発電所の種別種類とか、あと所在地を明かす仕組みが乏しくて、再生エネルギーで作った電気だと明確に証明ができませんでした。で先行する欧米と歩調を合わせて企業の再生エネルギーの利用に弾みをつけたいとしています。再生エネルギーの環境価値を証明する非化石証書、これを取引する市場で新制度を始めます。再生エネルギー由来の電気には電気そのものの価値に加えて脱炭素という価値があります。で非化石証書は脱炭素の証明です。で産地証明、さらに発電所の場所や設置環境、太陽光や風力といった電気の種類を含め、どのように脱炭素を担保しているかを把握できます。でこの国の固定価格の買取制度、これを通じてですね、売買する電気の非化石証書に産地証明を義務付けます。で非化石証書の取引量の全体の4割を占めると。でこの国の固定価格買取制度、これ FIT っていうんですけども、これを介さずに企業の、あと市場ですね、企業や市場に直接売る電気の分も今後義務化を検討するとしています。非化石証書の取引、この価格はですね、足元で発電量1キロワット時あたり 0.3 円程度と、まあ、そこに産地証明の価格が 0.1 から 0.5 円ほど上乗せされる見込みといいます、まあ、この再生エネルギーの電気に産地証明という動きなんですが、常連さんこれはどうでしょうか。産地証明するのにね、はい、あの証明代をまた取るんでしょ、はい、ISO みたいに、はい、それでまた天下り連帯1兆上がり、いいですね、はい、いいですね、いいですね産地証明ね、いいんじゃないですか、はいはい、まあでもこの、まあ、産地証明があのいいんですけど、その何をもってその再生エネルギーとするのかっていうのは結構問題で、太陽光パネルがだからね環境に与える負荷とかね、それからその環境破壊の部分とか、あとはあれあの結構その使ってるシリコンとかにね、汚染物質もいっぱい入ってるので、それ廃棄の問題とか、ね、って考えると、その本当に再生可能なのみたいな部分もあるじゃないですか、はい、何をもって再生可能とするのかっていうところも結構私は気になりますけどね、まあ、今だけ見ればですね、それは太陽光なんだろうけど、前と後を見るとどうなんだろうっていうのはあります。作るのにだって散々炭素使ってさ、はい、運ぶのに炭素使ってさ、片付けるのにまた炭素使うんだったら、結局全然ダメじゃんって話になりません、はい、ですよね、はいはい、まあ、ですからそれを計算してこれどういう数字が出てくるんだろうなみたいなね、ですよね、なんかあのヨーロッパとかでね、はい、その電気自動車の充電スポット、はい、電気がもうないので、なんかその、ガソリンとかその軽油で動く発電機みたいなので発電して、あの給電するみたいなのがあるらしいんですけど、それ全然エコじゃねえじゃんみたいな。そうですね、だって燃料が石油だなんだだったら、ね、でいくら結果的に電気だってあれっていう気持ちですよね。それで究極に効率よくしたのがハイブリッド車なんですけど、はい、ハイブリッドはエコじゃねえとかわけわかんないこと言ってんで、これ非常に謎なんですよこの定義が、はい、なんかあの水素もグリーンだグレーだ、ね、はい、ブルーだとかなんかやるらしいんですけど、ね、あれもだからその認定の、ね、ルールのところが非常に微妙で、そこちゃんと見た方がいいですよね、はい、であの原子力はグリーン認定なんですよね、なんかよくわかんないですけど、原子力グリーンになったんで、私ももうグレタさんの仲間ですねこれでね、そうですか原子力どんどん動かしてグリーンな電気でやってもらいたいなと思いますけど、
ね、はい、はい。でこの JEPX ですね、電気を買い取りする売り買いするこの日本卸電力取引所、産地方面によって価格差が生まれるのを期待しています。例えば環境への影響などが懸念される大型メガソーラーの産地方面は他の電源より高く販売できない可能性があります。電気を売る側は需要家がどのようなこの再生エネルギーを求めているか、これを把握する必要性が高まってくると。で付加価値を上げるために適正な開発をする動機につながるというふうに見ているわけですね。メガソーラーはやっぱあれなんだ、はい、あのダメなんです ね、 そうですね、環境負荷かかるからもうこれはあの評価されないというそういうことのようなんですよ。そういうことなんですね、ちゃんとじゃあその辺は考えてやっていただけるんですかね、どうなんでしょうね、よくわかんないですけどね、はいはい。で電気を買う側にも利点があると。このフィットを使うですね、固定価格買取制度、これを使う再生エネルギーの電気を追跡できれば企業は取引先や投資家に説明しやすくなる、まあ、こういったとこ気使ってますからみたいなことなんですか。うちはオーガニックな電気を使ってますそれですか、無農薬電気ですみたいな、よくわかんない再生エネ電気を使ってますこの会社無農薬だから株買おうとかなるんですかね、よくわかんない、まあ、印象としては悪くはないんですかね、どうなん、よくわかんないですけどね、いや儲かるようにやってくださいって感じですけどね、僕なんかね投資家の立場から言うとね、ですからね、中には知ったこっちゃないっていう人もいるだろうしいやいやそこ大事だぞっていう人も、そこ大事だっていう時代が来るっていうことじゃないですか。あとトータルでイメージも、あ努力してるんだこの企業はっていう風になるんですか。そうなんですかねいやまあでもね、あの原子力発電のエネルギーはグリーンですからね、はい、ぜひいっぱい使ってもらいたいなと思いますけどね、はい。でもその原子力ですけれども、まあ、なんかこう進める機運というのは今どうなんでしょう日本で。いや私はね、だから岸田さんがねもっと正面切ってね、参院選のやっぱ争点として原発の再稼働っていうのはやっぱ掲げて、はい、国民から信を得てね、はい、進めるのがやっぱり正当だと思います、岸田さんはなんかね議論を避けてね、はい、あの勝手に盛り上がったことをなんか後追いでやるっていうような形でね支持率をキープしてるんですけど、はい、それじゃ政治じゃないですよ、うん、やっぱその原発の再稼働ってのはもうみんななんとなくやった方がいいなって今思ってるからこそ、まあポロポロね今リークをしてるんでしょうけど、はい、いやできればねこれ正面切ってね、あの憲法改正と原発再稼働もう正々堂々もう参院選の争点にして、でそれで野党と議論したらいいと思いますよ。こそこそやったらいけないですよね、やっぱこういう問題がね、はい。時刻7時33分です。文化放送おはようテラちゃん、時刻7時34分です。今朝のコメンテーターは経済評論家常念司さんです。地球温暖化につながる温室効果ガスの排出削減に向けて東京都の有識者検討会、先週一戸建て住宅を含む新築物件にこの建物にですね太陽光発電のパネルのこの設置義務付けるよう提言する答申案をまとめました。都はパブリックコメントなどを経て関係条例の改正案をまとめ2022年度中のこの成立を目指すとしています。で太陽光パネルの設置費などが上乗せされると住宅価格の値上がりにつながります。まあ、このことから群馬県や京都府のこの条例では一戸建てを対象外として政府が国会に提出中の建築物省エネ法改正案でも設置義務化は見送りました。しかし小池都知事は2030年に温室効果ガスの排出量を2000年比で半分にするという国の目標を上回る目標を掲げていて一戸建てへの義務化がこれ不可欠となっているといいます。都によると一戸建てへの太陽光パネル設置を義務付ける条例が成立すればこれ全国で初めてです。東京都のこの動きですが常念さんいかがですか。2つあります、はい、まずこれで本当にその目標を達成できるんですか、はい、ということと、はい、2つ目戸建てがこれで建たなくなりますね。それはでも僕は悪いことじゃないと思ってるんですけど、実はね、あの東京の戸建て住宅はですねあまりにも無秩序に立ちすぎてると思ってるんですよ、はい、私ねもう東京の街が全部多摩センターみたいになればいいのにって思ってるんで。多摩センター、はい、多摩センターあのビル
マンション多摩センター超計画的な街でしょ、はい、私はねああいう街が大好きなんです、はい、なぜかわかります？なんでですか？ガンダムのサイドセブンみたいだからですよ。そういうことだからパルテノンですからね。パルテノン多摩がパルテノン多摩ですから、あるじゃないですか、ねえ、はい、世界で一番好きな街どこですかって言われて、私はもう一番最初にね多摩センターです。そうですか。多摩センター、世界で一番好きな街、なんて美しい街だと。もう東京都中が多摩センターみたいになればいいのにと思ってるので、それ戸建てが建ったらならないんですよ多摩センターに、はい、でこれあの小池さんがこういうことやってくれたおかげで、もう戸建てが新たに建たないとなれば、しょうがねうちの町も多摩センターみたいにするかと各自治体の市長がですね思ってね、立川もちょっと今ね駅前が多摩センターみたいになりつつあるんですけど、はい、ちょっとね周りはダメですね、はい、周りも含めて全部多摩センターになってほしいなって俺の希望なんですけど、ねまあ、私あのね一時というか中学1年から社会人まで立川住んでましたけど、はい、ちょっと離れるとごちゃごちゃしてます。すげえごちゃごちゃします。立川もね、勘弁してくれと。好きなんだけど僕はそういうところも。いやもう立川も国分寺の国立ももう小金井なんかもうぐっちゃぐちゃですよ。俺小金井高校行ってたんでよくわかんないですけど、はい、ぐちゃぐちゃですよマジで。畑なの、住宅街なの、何なの、商業地なの、何なのみたいな感じなんですけど、いやもうそれだったら多摩センターしましょうよ、みんなで、ね、多摩センターにしよう。多摩は多摩センター。多摩は全部多摩センター。ね、いいと思います、まあ、そういう件もあります、はいはい、続いて産経新聞です。東京電力福島第一原発事故による帰還困難区域を抱える福島県葛尾村は昨日村内で住民説明会を開き、この区域に設けた特定復興再生拠点区域、復興拠点をですね6月中に避難指示を解除する方針を示しました。今後国や県と具体的な日程を詰めるとしています。解除されれば帰還困難区域になった土地で住民が再び暮らせる初のケースとなる見通しです。復興拠点を持つ他の5つの町や村では双葉町、大熊町が6月以降の避難解除を準備し、3つのこの町や村は来年春を予定するとしています。帰還困難区域になった土地の避難指示解除にという動きなんですが、原発事故から11年経っています、まあ、ようやくということですね。私ね今年ねちょっとこの帰還困難区域の一つである大館村のね、はい、あのあ飯舘村か間違えました、はい、ごめんなさい、はい、飯舘村のですね、あの帰還困難区域でやってる事業を視察してきたんですけど、はい、どんな事業かというとね、あの処理水ならぬ処理土っていうのがあるんですよ。あの要はその汚染された土を処理して、はい、あのまあ、きれいにした土があるんですけど、はい、処理土を使ってですね農業をやるという実験をね今やってて、これあのできるんだったらこう大々的に事業化しようということでやってるんですけど、処理土を敷いてその上にねあの表面だけ、まあ、普通のきれいな土かぶせてやってるやつと、処理土にそのまま植えたやつと、あの実際にそのまあ植物にねどれぐらい放射線がまあ移っちゃうかっていうのをやってるんですけど、全然大丈夫なんです。綺麗なお花が咲いたりとかね、あのいろいろまあ育ててね農作物も育てて、まあ出してるんですけれども、あのこういうのをですね、まあ、どんどんやっていくことでね、まあ、あの処理水などの処理土もね再利用して、はい、まあ、その非常にいい土なんですよ。あの表層にあった土ですから畑の、はい、実は肥えた土なので、処理して使えば全然使えるので、こういうのでどんどんやっていくといいなと思ってね、あの見てきたんですけどね、あの YouTube でこれ上げてありますので、ご関心ある方は私の YouTube 見てください、はい、時刻7時39分です。この後は武田鉄矢今朝の三枚おろしです。さて今朝のコメンテーター経済評論家常念司さんです。フランスのお話なんですが、2022年から公共放送の受信料を廃止することが分かりました。フランス紙フィガロによると、11日行われた閣僚の評議会でこの方針が示されました。公共放送の受信料の廃止、4月に再選されましたマクロン大統領の選挙公約だったと。でフランスではテレビを持っている人は年間138ユーロおよそ1万9000円の受信料の負担義務があります。でこの受信料総額で年間30億ユーロおよそ4000億円以上となって、公共放送のフランステレビジョン、ラジオフランスなどに分配されています。でこれまで受信料は住民税とともに徴収されていたんですが、フランスでは2023年から住民税が撤廃されます。このため今後の公共放送の受信料の在り方というのが議論となっていました。で受信料撤廃後の各放送局は民営化とはならないで、予算は国家予算で補填されると言います。でマクロン大統領が選挙期間中の3月7日に公共放送受信料撤廃の公約を発表した際には、野党などから、国家予算で運営になれば、政権の意向が反映されると、放送の公共性が担保できないなどの批判が出ていたというんですね。イギリス BBC も今年1
1月に年間およそ24,900円の受信料を2年間凍結する方針を発表したということなんですが、これどうなんでしょうね。いや、日本にも影響あるかどうかと言われるとね、はい、これはね、多分ね、影響がないようにすると思いますよ。ないようにする、影響は当然あるんですよ、はい、あるんですけどないようにすると思います、はい、NHK はだってそんなもん、受信料を取ってあれだけ太ってるわけですから、はい、受信料取らなくなったらもう痩せちゃうじゃないですか、はい、もうね、断食ダイエットみたいな感じになるので嫌でしょ、だって今美味しいもんしてないさ、健康的になりゃいいんですけどね。ねえ、本当断食ダイエットでもしてほしいわ。だって8000億円も純資産あるんですよ、はい、これパナソニックと同じぐらいあるわけですからね。そうか、あれですか、NHK ってなんか、何、家電製品でも作ってたんですかみたいな。作ってないですよ、ねえ、はい、あのマツダ、あれですよ、うん、車のマツダ自動車とかと同じぐらいの純資産でしょ、はい、車作ってんの NHK って、ね、作ってないです。ですよね、異常ですよね、こんなもん吐き出さなきゃダメですよ。まず餌をやらない、やらない、ね、餌をやらないことによって痩せさせて、はい、痩せさせた上で、資産を国民に返すというのが筋じゃないですかね、はい、まあ、これ政策でまともに言ってるのは立花さんとこだけですけどね。あ、そうですかNHK 党だけですけどね、あと YouTuber のゆずはさんが昨日動画サイトで人気ジャンルのゆっくり茶番劇の商標権を取得して波紋呼んでます。簡単に言うと、自分と関係ないんだけどその商標権を取りまして、このゆっくり茶番劇の商標を商用利用する場合はゆずは企画の許可を受けると、で年間10万円の使用料が必要とされていると、まあ、これに関しては批判も来ていて、原作者ではない人が勝手に商標権を取ってというのはどうなのみたいな ね、まあ、そうですよね、こういう批判も来てます ね、 ね、まあ、これよくね、はい、まあ、問題になりますよ ね、 すね、チャイナとかでもね、はい、ジョネさん、ありがとうございました。ありがとうございました。おはようテラちゃん、また明日、今日もいい一日になりますように。